お母さん歌手かなんかでしょ、紅白の。中曽根美樹。あ、わかんない。世代が多分。昔の人だけど。うん。有名人な、すごい。中曽根美樹わかんないけど。確かにネル沖縄顔だわ。でも俺沖縄っぽくなくないですか？ない。全然ないですよね。がっつり沖縄なのに、半分。半分でも出るはずなのに、なんで俺こんな沖縄っぽくないんだろう。俺もお母さんが沖縄って言って、はぁって全然沖縄っぽくないな。いや、じいちゃんの顔が沖縄系の顔なんだけどな。で、嫁と話したの。はい。もうワゾーさんとお母さんの沖縄らしい。え？あの、母ちゃんはそっくりなんですよ、じいちゃんに。でも、俺が全然なんですよね。なんだろう、似てます、これ。母ちゃんはそっくりなの。おじいちゃん、おじいちゃん、母ちゃんはまんまこれなんですよ。はい、おでこだけ。西目って言ったら多いね、結構。うん。あ、西目って言うんだ。西目、西目。あ、風船ありがとう、コリンス。ファンタさんも風船ありがとう。うん。そう。親父の血の方が濃かったんだ。でも全然沖縄っぽくない。ぽくないよね、全然。でもなんか沖縄の方言聞くと懐かしい、ばあちゃんとか親戚の兄ちゃんとか姉ちゃんとか、言葉尻が優しい、イントネーションが。段はもう方言ばっかしゃべってるから。今の子あんま方言わかんないんじゃないかな。ん？女の子？今の子。あ、今の子、うん、同い年のね、沖縄出身のやつ友達にいたけど、あの、方言なかった、あんまり。その今の、うん、自分の嫁さんも方言あんまりだから、うん、やっぱ年齢ある程度上に行かないとないのかな。で、バカにされる。おじいちゃんが喋ってるみたいな感じやめて。でも方言は俺、全然あと残した方がいいと思うんだけど。子供たちにも方言で喋ったら、うん、日本語喋ってください。バカにされるの。でも那覇はそんなきつくないでしょ。きつい人もいればきつくない人もいるんだよ。でも大体今使わないんじゃん。使わない。大体若い子が、うん、え、どういう意味ですか。テレビ使わなくなったかもしれない。テレビとかの影響なのかな、うん、みんなこんばんは。おとなしいね、今日。どうした、うん、暑いよ、沖縄。あ、話変わって、うん、してこれお疲れ様です。あ、負けました、どうも。よかったよ。いやー、悔しかった、本当に。でも俺、どっちも頑張れって思いました。うん。いや、もう本当にね、あれは情けなかった。いや、でも頑張った方がいい。いや、頑張ったは頑張る。いや、それは頑張るけど、なんかね、その、ジャブとかも、すごい練習したんですよ。3ヶ月間。で、結局、猫パンチしか出ない、本番で。それがね、実は、あ、なんて言うんだろう。なんかさ、テルとか置いてるの こんなんじゃん。だけど、こういうのとかも全部、こう全部練習してたのに出せない。これが出ないっていう。でも頑張ったよ。いやもうなんか、勝ちたかったっすね。で、次出るの？次出ます、絶対。もうこのまんま終われないっすもん。本当に、なんか、俺格闘家じゃないけど、本当にね。なんか、うん、言ってる意味わかるけど、うん、だんだん血が騒いでるって感じやねんね。そう。
なんか次頑張ろうって次頑張ろうっていうか、うん、本当にあのみんなリングでは嘘つけないとか、うん、練習の半分でいろんなこと言うじゃないですか、うん、全部そうなんだけどそれ体感であるんですよ、うん、言葉では理解してたんだけど言ってる意味がよく分かんなかったんですよ今まで。ああそうなんだみたいな。そうじゃなくて生き様とかそのなんて言うんだろう自分の弱いところとかあるじゃないですか、うん、その根性を出せなかったりとか、その殴られるのが怖いとか逃げちゃうとかで、テルとかは勇気があるんですよ、うん、もうガツガツ前に出れたりとか、その光くんだって本番の強さでああなったりとか、なんかこう金梅さんも本番強くていきなりとか、もう人間性がもろ出るんで、なんかその自分が一番嫌いなところを見ちゃった気がしたんですよあそこで。その勝ちに行こうじゃなくて負けないように戦っちゃうっていうか、そう自分を守ることしかできなかったんで。頑張って。いやいやいや、あれはもう悔い残った。本当にもう一回もう本当にボコボコにされてもいいから勝ちに行く試合したい。次は頑張ってね。頑張ります。どうしよう、またテルより強いやつになって根性だね。いやもう根性っすよね本当に。おいバド2いらっしゃいみんな、うん、仲良しなのはヒルとヨシは。今から多くなるんじゃない。いや俺は200安定だし、ドレさんが始まる時間帯は弱いんすよ多分。ドレさんが始まる30分で、うん、2時3時で始まるから、もしかしたらもう始まってるかもしれない。2時半で、あとね、金梅さんとあと香川さんが今お店やってるから、あ、なんかやってる。金梅さんがたまちゃんと、よっさんいるでしょ、こうややってる。ひどんな、あ、どれさんも苦戦してる。今日はダメっすね。多分明日テルと合流して、閲覧明日は持っていける。はい、うん。まあ。前夜祭っすね、沖縄まったり枠っす。荒野に閲覧少なくて笑われてる。閲覧で笑うやつはいつか閲覧に笑われるんで。バカやろうって言って、うん、あのもう俺長いから、あの閲覧に縛られてないから、うん、いいよ笑わしときな。いつかね自分がね閲覧カッソカソになって悔しくてね全部ブーメランで帰ってくるから。俺も天狗になってた時期あるよ、ニコ生の後半とかで。ツイキャス行って閲覧30ぐらいになってそこで鼻へし折られんのよ。それの繰り返しだよ配信は。閲覧も大事なんだけど今いるリスナーさんとこう楽しみを共有した方が息が長いよ。そういうもんよ人生長いんだから。ちょっと今日どこに泊まる。いやもうこのままチェックインの2時までなんかプラプラしてようかな。ウルマの方ってどうですか、夜中も店やってないですか。どうかな、ウルマあんま行かんから、うん、どうだろう。ウルマでも、うん、栄えてるところと田舎のところ。あなんか場所的にはどうかな。僕は電波があればみんなと喋ってられるんで全然問題ないですね。ウルマといえば海中道路っていうとこ行ったの。うん、大人っていうかね俺もそういう時期あったの。誰々に閲覧かって俺はすげえみたいな、誰々なんか大したことないって言ってるけど、あの閲覧取ることってそんなにね難しいことじゃないっていうことに気がつくの。面白い回やればねつくんだよ。でもさ俺ら配信者のほら最前線にいるのって毎日毎日放送やるのよでしょ。でそうすると自分の役割とか自分が鼻のあるタイプかとか分かるのよ。要は荒野はスター性があるの、光くんとか金梅さんとかと一緒の。だから閲覧取りやすいのよ。だけど俺はどう考えてもそのなんつうのメインっていうよりもあの
コア受けする配信者だから数取れないんだよ。そこにね、気づいた時楽になったよ。そう代わりね、でもね、リスナーさんがヘビーですごいいい人が集まってるから。うん。うん、らしいね。荒野、全然バカにしていいよ。でも、俺もそういう時期あったけど、俺の方がすごいって。絶対自分に返ってくるよ。自分がいつか閲覧取れなくなるから。その時に、俺から言われるんじゃなくて、自分がね、耐えられなくなると思う。減らると思う。俺はこんなんじゃないとか、俺はもっとすごいはずだって。でも現実、閲覧が取れなくなってくるの。飽きられるの。でも俺の場合はさ、200人とか、固定でさ、見てくれる人がいるじゃん。要は、その、30人になったり、1000人になったりとかがなくて、200のボトムがあって、そっからプラスアルファだから。俺はその方が楽なのよ。自分のね、下の人を見下すっていうかね、多分ね、その、ライバル意識してるんだと思うよ。和道より俺は面白いって。だから、まだ金梅さんとか光くんの域に入ってないんだよ。光くんとか金梅さんは俺が何言おうが相手にしないもん。和道より閲覧多いとか、馬鹿にしたりしないでしょ。だからそこが荒野のレベルなんだよ、今の。そう。それはまあ、これから分かってくるでしょ。だんだん自分自身で。そうそうそう、関さんは飽きられないでしょ、慎吾さんは。なんでかっていうと、固定のファンがいるから。じゃあ固定のファンが荒野にいるのかって話よ。金梅さんと光くんのサブキャラでしょ、今。まあね、若さだから、いいんじゃない別に。俺だって荒野と争うために放送やってないからね。荒野をライバル視したことは一回もないよ。フォロワー俺より少ねえじゃねえかよ。笑わせんで。いや、今ね、関さんはね、乗ってないだけよ。元は面白いから大丈夫だよ。噛み合ってないんだと思う。また調子戻ってくるよ。この前コラボした時に確信に変わったよ。あ、もうズバ抜けて面白いって。再評価絶対される。そんなさ、ニコ生のあの全盛期の時代にさ、やっぱ名を残してる人は群を抜いてレベルが違うよ。うなちゃんマンとかゆいがさんとか関慎吾とか底抜けなんだもん。何が底抜けかは言わないけど。強い人は強い。強い人は、うん。関は稼いでるよ。俺は稼いでないってこと？荒野はね、今だけだとは思わないけど、荒野がダメになってるところはそこだと思うよ。荒野自身が、俺なんかをライバルしてるからもっと一皮向けらんないんだよ。あいつが目指さないといけないところは金梅さんから今盗むところなんだよ。すべてを。金梅イズムを全部盗むところをやんないといけないのに、俺は和道に勝ったっていうのに執着してるわけだから。慎吾さんは今月100万超えてるね。俺は底抜けってタイプじゃないと思うよ。俺はね、なんかね、キャラの強い人と、解説役に回るっていうか、コラボして、ツッコミ役に回ると入るタイプだと思ってる。だから強烈なボケの人が隣にいると味が出るっていうか、その人引き立たせるの上手いタイプだと思う。だから、その、ロハコさんとか、浅井さんとか、まあ、関さんとかの時に閲覧が伸びるっていうか、そういう役回りだと思ってる。その、主役は向こう側で、そのツッコミとか、その、ボケを的確に拾ったりとか、こっちの方に誘導するとか、うん、和道さん、うん、今からフォローするね。そうだね。何何フォローしなかった。あ、フォローしてる、フォローしてる。ありがとう。あ、来た来た、サンキュー、マトリ。あ、ごめん、ツイッターはどうだ。え、ツイッターはね、俺のプロフィールページ。あ、ツイッターはどうで出てくるかな。ワードワンに道で検索して、うん、
まあそんな役回りだけど、でも必要。なんか俺は昔は主役になりたかったの、うなちゃんマンみたく。だけど俺は配信の歯車の中で和道っていうパーツは必要だよねっていう風になりたいと思って。それそれ、ありがとう。そう、まあ和道ピンで面白いかどうかじゃなくて、和道っていうキャラクターがいたらまあ面白くなるときあるよねっていう、配信会のコマになる、なればいいと思ってる。そう、コマにもカウントされないのは嫌だけど、さすがに。例えば捨て頃の時に和道も出したら面白くなるんじゃんとか、企画の時とか。そう、もう俺が俺がっていうのはなくなったかな。レイニャマン、ハートありがとう。うん、シャンピンも100万超えぐらいだね。俺がだいたい今月60万ぐらい。まあ倍近くね、稼いでますよ。まあドルさんも100万近く稼いでるし。いや、客観的に見ざるを得なくなったよね、やっぱり。なんで伸びないのかっていうのは、やっぱさ、主役じゃないのに主役になろうとしてんのよ。もちろん自分のピンの放送は主役だと思ってやってるよ。だけどその、なんだろう、コア受けするファンがいればいいと思ってやってる。うん、こうやは、金梅とヒカルとつるんでるから閲覧伸びてる部分あるけど、意外とピンの放送でも客掴んできてるから、順調だと思ってるよ、俺は。ただ、心の問題の話をしてんの。順調は順調だよ。結果出してるし、稼いでるし。あ、ドンちゃんありがとうね、来てくれて。ありがとう。覚えておいて、1万人リアトツの90番目の、ドンちゃん90人目のリアトツ者だから。よろしく。オッケー、のぶきはありがとう。警察連れて行ったのは俺は予想外だったよ。俺が正直考えてたオチは、あんたなんて嫌いよって言われても、その好きです、付き合いましょうって言っても、これからもよろしくって言っても、どう転んでもリスナーが喜ぶっていう絵だったの。本当に恋愛だと思ってたから、本当にストーカーやってるっていうのを知らなかったから。だからまさかの、だから関さんの底抜けさが勝ったっていうか、ほんと持ってる人だなと思ったよ。俺が描いた絵は告白とつれなくても勝ちだと思ったの。バラバラってなると思ってた。そういう絵だったので、告白されても面白いっていうか、付き合っても面白いみたいな、そういう絵だったのね、自分の中で。だからまあ持ってるなって感じ。まあね、配信歴ないし、若いから、人生経験ないから、これからの人だよ。でも俺は荒野を貶めようとかそういうのないよ。荒野頑張ってて結果出してるのは俺は嬉しいと思ってるから。うん、沖縄着いたよ。ポンポコワードつった。警察で裏切られたって言ってた。そうなっちゃったのは悔しかったよね。だってさ、だったらお土産とか買ってく？交通費とかさ、お土産とかでさ、俺あの日出費1万円ぐらいかけてんだよ。そんなことバカみたいなことわざわざするか？しないでしょ。はめようなんて思って言ってないよ。面白くなればいいなとは思ってたけど、はめようとか落としめようとかないよ。じゃなかったら俺警察行く必要なかったじゃん。逃げればよかったじゃん。警察で慎吾さんのことそのフォローしようと思って行ったわけだから、俺は。違う？ゆうくんっていう人は分かんない。見たことない。初めて聞いた。ゆうくんっていう人有名なの、今。話してる内容が食い違った。だってそりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。だって俺3回も突警察沙汰になってるって知らなかったもん。うん、念書書いてるなんて聞いてなかったもん。ね、それは俺が食い、それが俺言いたいわ、それは。うん、初めに言えやって。生放送見たらちゃんとわかるよ、それは。ゆうくんっていう人知らないな。うん、稼いでるんだ。すごいね。ゆうくんってイケメンの。あー、イケメンカテゴリーはもう別ジャンルだと思ってたんだ。面白くない。あれはだからホストっすよね。ネットホストっていうか。うん、あの辺は全然わかんない。そのアイドル系っていうか、名前も知らないし放送見たこともないから。うん、あ、そうなんだ。シャンピン友達なんだ。コラボしてたね。へえ、わかんない全然。
畑が違いすぎる、なんか。その辺だと俺、アイラとかしか知り合いないもん。カッパは和道が警察介入してることを全く知らなかったって言ってるって聞いたって。違う違う、俺が警察に言ったのは、あの、警察沙汰になったことは聞きましたけど、あの、念書を書いてるであったりとか、その2回3回のもう警察沙汰になってるってことは知りませんでしたよって。ただその警察で揉めたっていうことは一言聞きましたよっていうのは警察にちゃんと言ってるよ。だから誤解だよそれは。チャンピンはね、なんか黄色い声援多くなってきたね。おちびさんいらっしゃい。あこ。でもね、多分あと40分ぐらいかかるよ。大丈夫よ。大丈夫。あんまり遅くなっちゃうとあれだから。公園のベンチ行きます。ありますかね。公園、国際通りの方行く。国際通りの方行く。あります。そうそうそう。あ、じゃあ、ちょっと待って、準備する。なんか重そうだと思って、なんか持ってあげる。うん、大丈夫です。もう慣れっこなんで。もう体の一部ですよ。え、迎えに来てくれる人は。国際通りの公園ってわかるでしょ、多分。ナビとかあるから。牧師公園って言えば。うん。あ、分かった。じゃあでかいシーサーの前で。あ、いいね。シーサー超でかいよ。超でかいの。やった。あそこなら誰でも分かる、うん、へえ。じゃあ公園に移動します。ちょっと牧師駅牧師駅充電もいい感じになったんで。あ、俺は絡みたいんだけど、その嫌な思いしちゃったじゃん。で、誤解を受けてるかどうかっていうよりもさ、やっぱりその関慎吾さんが俺と絡みたいかどうかの方を優先したいから、俺はウェルカムだし、またね、食事したりとかコラボしていきたいけど、裏切られたとかさ、思われちゃったら、信頼関係なかったら面白い放送絶対できないから。だからまあ、しもさんがまた和道とやりたいとか、和道とコラボするわっていう時のタイミングでやるよ。俺もなんか、ねえ、いやだし、しもさんのこと好きだからさ。楽しみにしてた放送だから、しもさんの。俺にとってはだって憧れの人よ。生のあの暗黒時代でトップ張ってなんだから、戦国時代だからね。すげえな警察。こんなに毎晩事件なんですか。自分家だったら毎晩だ。なんか多すぎる警察出動が。サメか。え？引き違いがいる。さっきの暴走族追いかけられてた。嘘。じゃあ行きますか。お任せでーす。
トスです。この通りは毎日こんな感じなんだ。すげえな。暴走族気合入りすぎでしょ。この辺っすか。うん。いっす。近い。暑いっすね。ちょっと移動します。手べったべただから手洗いたい。一回水かぶろう。国際通りの牧師駅ですの公園。なんかでっかいシーサーがいる公園だって。マルさん、うん、ちょっと休憩しよう。休憩いいよ。全然気分悪くなってきた。え？気分悪くなってきた。嘘、大丈夫？大丈夫大丈夫。何？病気の関係？そう、休むのが大事。大丈夫？オッケー。なんか飲みます？あ、いいいい。大丈夫？休むのが大事。フラフラだもんね。何の病気なの？あの、膵臓。あ、膵臓なんだ。体力切れると。ありがとうね。そんなあれなのに。よいしょ。ちょっと落ち着いたら大丈夫。飲みかけだから大丈夫。ゆっくりでいいですよ。歩くの帰れます？帰りすぐそこだよ。あ、そこなんだ。あ、逆にマックスの方が近い感じだ。マックスバリューを超えたところに、うん、シーサーがあるところがあるわけね。うん、そっから、うん、5分後やかな。ゆっくりでいいっすよ。ごめんね。うん、元気だね。そろそろ体を動かさないと。ごめんごめん。やばいな。体重65キロに落とさないといけないですよ。昔は100キロだったんだけど、
100キロだったの昔。よくして。暑いね、マジで。暑い。まだこれから暑くなる。考えられない。でも沖縄はやっぱ夏は暑さが醍醐味だもんね。夜の海行った？行ってないよ。大丈夫？汗すごいけど。大丈夫？大丈夫？本当に。落ち着けば。うん。ちょっと落ちそう。うん。これ灰皿。うん。数いらっしゃい。のどかだ。これマックスバリュー24なんですか。はい。ふわっつ。お、アホアホメンいらっしゃい。ふわっつって言わないよ。誰も言わないよ。やっぱでもあれだね、その普段さ新宿で外配信やってるとさ、なんだかんだ顔が映るぐらい明るいじゃん。あの沖縄って感じがするよね。で東金とか行ったら真っ暗だったもんね。光源が少ない。こっちから映すと光が見えるのかな。見えない、逆光だね。明日は海が映るんで、もう多分リスナーさんキャッキャ言いますよ。俺も楽しみだし。うるまもいいとこで。え？うるま市もいいとこで、うん、海かきだし。超楽しみっす。ヤシの木がいい感じだね。これヤシの木？そうそうそう。モノレールの下にヤシの木って危なくないですかこれ。どうかな。これ高さ出ないのかな、大丈夫なのかな。ねえ、行きますか。行きます。大丈夫ですよ。でも一服してからでいいよ。一服しか行きます。うん。全然ゆっくりで。宜野湾の家はいいよ。宜野湾と揉めてるから俺。宜野湾が別に普通に絡むって言うんだったらいいけど、あいつ俺殺害予告されて家まで来られてんだよ、殺しに。演じる。ニコ生の時ですけど、2年ぐらい前に、なんかお前のこと殺すからって言って、来れるもんなら来てみろよって言ったら、次の日本当に来たんですよ。あいつ根性あるんだね。根性あるっつうかアホだなと思って。離島がおすすめ。離島行っちゃうじゃん後半。離島でヤシの実を取って生活しようか。無人島とかはないですよね、小さい島とか。電波がないか。そうだよ、沖縄だよ。おじいさんとおばあさんの墓参り。ばあちゃん生きてるわ。じいさんは墓の中から行きたいなと思ってるけど。ばあちゃんは沖縄に。うん、ばあちゃんもうあの千葉にいます。ばあちゃんを連れて行きたかったけど、もう二度と沖縄には帰らないって言ってるからな。
過去沖縄を捨ててこっち本土に来た人だから、いろんな思いがあるんだと思う。その、じいちゃんと別れた時にもう帰ってない、それから50年じゃないな、40年くらい帰ってないんじゃない。漁船に頼めば連れてってくれるかな、ね、船で行ける島ね。だ、電波次第だよ、本当に。マコリンの後輩がガレッジセールのゴリなんだってさっきその話で泡切れちゃったんだ。テルヤトシユキ、テルヤトシユキですか。した。いいっすよ、前歩いてください。こんばんは、あーさん。ツイッターでコメントして、あ、大丈夫。あ、やばい。いいよいいよ。え、どうする？ほら、俺病気のことわかんないからさ。うん。あれだったら家まで送るよ。うん。大丈夫？ほら、症状があんまり気使わないで言って、症状わかんないと。あれ？倒れちゃったりするのが一番さ、俺困っちゃうから。怖いからね。うん。結構重いの、病気は。重い。ゆっくりでいいよ。何、フラフラすんの今。おぉ、貧血状態。貧血状態？なんか水かなんか買ってこようか、そこに。水飲んだら余計貧血になる。貧血になるの？薬は？今。薬は家に行けばある。家に行けばある。家まで送るよ。だって倒れたら嫌だもん。悪いしね。いや、いいよいいよ、全然。せっかく来てくれたし。うん、白海水族館とかある方が海きれい。そっちの方行くっぽい、うん、多分。きれい。どう違うの？きれいさ。あの、うん、もう全然違う。全然違うの。花火投げようとしたら iTunes カード残高がなかったです。今すぐコンビへゴーある時でいいよ、ある時でいいよ。ありがとう、花火師さん。花火師さん募集中です、僕は。今ね、那覇国際通りの方に向かう感じなんだけど、ちょっと待ってて。もう近いっすよね。100m ぐらい。100m ぐらい。なんかね、ご病気があるらしくて、今ちょっとフラフラしちゃってるから。ちょっと待って、落ち着いたら大丈夫。うん。でも無理しないでよ。うん。うん、本当に、ちょっと心配、うん。そうそう、沖縄の人だよ。リスナーさん、マコリン、リアドしてくれたの。で、さっき女の子も リアドしてくれて、で、3ピンチャくれて、で、今からもう一人ね、リスナーさんがリアドしに来てくれて、ウルマの方まで連れてってくれるって。そう。うん、大丈夫か。うん、いいよいいよ、ゆっくりで。大丈夫？フラフラするんで。大丈夫？うん。あんまり無理しないで。うん、全然全然いいよ。むしろ、そんな体調悪いのにリアドツありがとう、マコリン。せっかく来たんだし。ねえ。嬉しいね。うん。すげえな。本格的だな。うん、今いる南の方は都会で、海が遠いけど、北の方は海が近くて入る。
ありがとう、方面。花火ありがとう。花火ありがとう。ありがとう。アジャパーつって。あ、危ないよ。うん。タクシー運転荒いよね、今年。タクシーとバスがすげえ荒い記憶がある。はいよー。あさんありがとう。無理しないでよ。もう大丈夫。うっす。え、奥さんもこっちの人なの？そう。いいなぁ。沖縄の人、綺麗な人多いから羨ましい。おお。大丈夫？足も悪い。足も悪いの？沖縄オフ会。日本全国でもう月一であれだよね。どっかでオフ会するようなぐらい有名な配信者になりたいね。どっか行ったら10人ぐらい集まるみたいな。え、アーさん沖縄の人なの？そうなの？リアドツ来てよ。明日テルと合流するから。シャンピンと。あ、そうなんだ、糸満なんだ。ただ俺が土地勘がないからどれくらいの距離なのかわかんないんだよ。仕事依頼？おお、もう話は全然聞くよ。うん。な、何？新しい授業始めんの？儲かんのそれ。儲け話は乗りますぜ。テルモズでフラー、フラー二人の旅だからね。フラーってろくでなしとかダメ男って意味？バカって。え？バカ。バカって意味なんだ。おばあちゃんによくフラーがフラーがって言われた。バカって意味なんだ。あ、今新宿住みなんだ、朝。じゃあ新宿リアトツの方が近いじゃん。なあ。俺、西新宿5丁目に住んでんだから。バカって意味なんだ。ばあちゃんがよく俺のことフラーって言う。バカって言われてたんだ。うわ、すげえシーサー。やばやば。すげえな、シーサー。え、な、え、もう一匹のシーサーは？は、あ、日本人。あー、口開いてるってことはメス？あ、違う、オスか。口が開いてるのがオスだよね。すごいでかいシーサー。ここに座ってますか、じゃあ。いいよ、もう、あの最初、あれでしょ？ちょっと休憩だ。うん。あの、1時間待ってるとまたやられちゃうよ、隊長。よし。ここは待ち合わせスポットなら分かりやすいかも。裏路地より。確かに。あんあんこっちもあるんだ。あそこ歌舞伎町よく行きますね。うん、あ、安い。
フォローありがとう。フォローありがとうございます。フォローありがとう。通販サイトは作れないかな？作らないかな？昔だったらさ、食うの困ってたからさ、仕事もらってたけど、今、もう配信がすげえ忙しいんだわ。だから、もしあれだったら仲介するよ、俺。あの、配信サイト作れるところ。通販サイト作れる業者さんとか知り合いにまだいるから、あの、振るよ。いくらとかでできるとか。作れないことはない。ただ、あの、EC サイトって言うんだけど、通販のサイト。あの、普通より仕組みがちょっとだけ厄介なのね。だから普通のサイトよりもね、値段張ると思うよ。まあ、それはしょうがないと思うけど。あとは仕組みだよね。その、システムをそのまま持ってくるのか、自社で開発するのかによって全然違うから、協力はできると思う。三振もいいね。三振もね。何本くらい？普通のサイト作るのが多分ね、50万いかないぐらいなの。安いところは20万、30万できるのね。ただ、ページの量なんだよ。あと、デザイナーのセンス。だから、その、自分がどれくらいのクオリティ求めるのかと、あと、もう、正直当たり外れだよね。その、綺麗に作ってくれる人。で、何を売るのかなんだけど、仕組み、その通販の仕組みを、EC サイトとかの金のやり取りあるでしょ。だから、クレジットカードとかの契約を入れるのかとか、そういう詳細を入れると、ちゃんとしたところで作るなら、120万から80万ぐらいだと思う。ちゃんとしたところ。で、個人とかに頼んで、ちょっと安く抑えたいって言っても5、60万はかかると思った方がいいよ。30万とかでやるっていう個人とかはやめた方がいいと思う。あの、バグとかが出た時の対処とか取り返しつかないから、まあ、80から120ぐらいは見込んでおくのが一番いいと思うよ。あとは納品だよね。納品、その、サイトの納品をどれくらいでやるのかだと思う。うん。で、安く抑えることもできるんだけど、時間がかかるところとか、もう癖があるから、それは全然、その、あとはもう商品どういう仕組みで売るのか。そこだと思う。いろんな提案もできると思うし。こんな営業マンいる？いや、普通の普遍的なこと言ってるだけだよ。予算150、サイトだけで余裕。予算150だったら余裕。うん。それだったら普通に、あの、しっかりした業者さんに投げても、ちゃんとした方ができるレベルよ。あの、全体の予算じゃなくて、サイトだけにそれくらいかけられるんだったら全然余裕だと思う。ただ回収できるかどうかわかんないよ、商品とか見ないと。サイトの場合、さらに SEO とかも、その、考えないといけないから、ベッドかかってくるから。でも、どっかの自社サイトを作るよりも、あの、Amazon とか、あの、ヤフオクなのかとか、メルカリなのかとか、フリーでもできるのいっぱいあるから、楽天とかさ、そっちに契約ぶん投げちゃうのもありだよ。楽天でショッピング開いて、手数料パー取られるけど。その方が俺は手堅いと思う。150万かけて下手にやるよりも、ちょっとパー取られてもいいから、楽天とかに出品するんだったら30ぐらい多分できるはずだから。そう。俺はその方が、その、リスクはないかなって。売れる商品だっていう確信があるんだったら、自分で握った方がいいけど、サイトの世界ってさ、その検索した時に上に来るかどうかって不安定なんだよ。それはそれでまた別の技術がいるから。うん。沖縄感ゼロだよね。でも大事な話よ、こういう話は。雨。雨降ってないです。あ、これか。西日が来た。
EC のお仕事じゃなくてサイトの、作る会社をやってたのよ。要はホームページ作りませんかってやって、だからその俺が作れるか作れないかも作って裏方で作ったことあるんだけど、一から作るっていうよりも手伝いをしてたのね。部品パーツ作ったりとか、あとその設計とか、要はプログラマーとの橋渡しをずっとやってたの、俺の仕事自体は。だからまあ大体わかるよ、うん、雨大丈夫だ。いいよ全然、コメント嬉しいよ。朝ありがとう。ピッピーお疲れ。うん、おやすみ。また明日海ね、綺麗な海映すから、ぜひ見に来て。ありがとう風船。チップありがとう、うん、EC っていうのはその通販サイト、要は決済システムを持ってるサイトのこと EC サイトっていうのね。お客さんと SE の橋渡し、要は営業マンだよ。営業マンからそのプランの設計まではやってたの。で、手伝い。だからコードは書けない、俺。コードは書けないけど、突貫工事で、例えばワードプレスとかで、その、なんつうの、出回ってるテンプレートで作ってもいいんだけど、作れることは作れるよ。ただ、やめた方がいい、それは。太ったね、ちょっとね。アドラーさんいらっしゃい。うん。俺だって起きて、夕方起きて、そのまま空港で行って、15分前に怒られて、もう入場終わってますって。で、飛行機の中で、寝て、で、こっち来たから、俺の中では昼間ぐらいで今、俺の体感ね。昼。で、このままね、もうね、起きてようと思ってる。なんかいいじゃん。沖縄の公園とかでさ、こう雑談やってるっていいじゃん。おしゃべりクソ野郎だから。そう。まあ、どこいても、リスナーと会話してたい。ニコ生ではようコメントしてた。ありがとう、サオさん。バガー、ありがとう。もしよかったらまた付き合ってよ。フォローして。え、マコリンはどの時代の俺を知ってるの？一番古い時代。ニコ生どの辺何やってたの？なんかバーやってたとか、橋本事件とか、ロハコ事件とか。橋本事件知ってる？あれぐらいから。あ、知ってる？で、うん、こっち見るようになって、またちょっと見マーコちゃんに行きたいでしょ、ダイヤって。こうや。こうやじゃん。ワンタロあれね。やっとあれ面白かったよね、ワンタロウ。サベジはブチギレるっていう。カズモさん、ブチギレてたから。フォローありがとね。うん、寝不足ではないよ。ただ、暑さは思ってたよりやばかった。沖縄舐めてた。ね、でも慣れてるじゃん、地元の人は。あ、橋本君、うん、地元の人は暑さに慣れてるじゃん。今日暑い、うん、ジメジメしてる、すごい。雨が上がったばっかりだからかな、梅雨で、うん、ちょっとムシムシしてるよね、今日。熱中症になるよ、今日、本当に。シーサーいるよ、シーサー、みんなの大好きな超でけえシーサーの前にいるから。ちょっと一回枠取り直すわ、みんな。ちょっと待ってて。一回枠とはバリバリ OK です。でもね、なんか、キャンピングが沖縄あんま電波弱いよって言ってて。au が一番強いですか？ソフトバンクダメ。どこもダメ。弱い。なんか、アメリカのミリタリーショップとかあるのって国際通りでしたっけ？うん。へぇ。さあ、俺が通った時、あれか、遅かったからだ。ミリタリー系もちょっと見てみたいな。どうもー。手洗う場所とかってありますか？誰かな？誰かな？
この水で手洗おう。この水で手洗おう。ぬるぬるしてる。ぬるしてる。ダメだな。これあれだな。綺麗な水じゃねえな。はいさーい、はいさーいってどういう意味だ。はいさーい、こんにちは。はいさーい、お疲れいい、スーフェー。はい、ワードツークラナドいらっしゃい。はいさーいは、こんにちは。ごきげんようごきげんようとか。はいさーい、沖縄リスナー今日入る。配線がぐっちゃぐちゃだ。一番から取った。お、ロハカさんいらっしゃい。あとつカメラアングルがしっくりこない。うん、今日は多いね、なんか沖縄の人がね。やっぱ地元に来たっていうことで、多分見に来てくれてるんだろうね。リコリコいらっしゃい。58号線にもミリタリーショップとかたくさんある。うん、まあまあいろいろ回ろうかなと。俺が来たのが夜だったからさ。うん、元気だよ、琉球おやじさん。もしもし、こんにちは、もしも、あ、もしもしって意味もあるんだ、はいさい。おい、ラスブーチいらっしゃい、無事到着したよ。もうギリギリだったけどね、寝坊して。風呂も入ってこないでそのまま来ちゃったから、汗ベットベトよ。一日風呂2、3回入る人だから、もう風呂入りたくてしょうがない。後ろは駅だからだよ、明るいのは。マコリンさん、今隣いるよ。大丈夫？大丈夫。大丈夫。落ち着いた？倒れたらどうしようと思って。マコリンさん、今いらっしゃるよ。でも、もう1時間ぐらい経ちそうだけどな。もうそろそろ来そうだけど。向かってんのかな、大丈夫かな。自由空間あったあった。あ、数よく知ってるね。うん、大丈夫っぽい。もうすぐ明るくなる。え、沖縄って開けるの早いですか。遅いよ。遅いよね。5時、うん、過ぎぐらいかな。5時過ぎぐらい。東京だと読めるよね。東京はなんか早いような感じはする。4時ちょいぐらい。茶道と沖縄の海、絵になる。水着買わないと。水着ピッタピタのもっこりパンツ買おう。金の。いや、明日海泳ぐよ俺。焼くぜ。わかりません。何駅でしたっけ。牧師駅の駅前なんですかこれ。牧師駅の駅前にいます。牧師駅にでっかいシーサーがあって。ごめんね、信清さん、トランクスの水着はダメでしょ。あ、今日は5時40分。
開けないね、じゃあまだまだ。牧師駅、国際通り入ってすぐのところの牧師駅だって。俺水泳めちゃめちゃ得意だよ。トビウオだから、ふわっちのトビウオだから俺。なんかでっかいシーサーがあるよ。まあね、うん、明るくはなってくるよね。沖縄楽しむよ、ナミネありがとう、うん、沖縄の人に見えてきた、沖縄っぽくなってきた。でも沖縄の人ってパッチリ二重の人多くない？切れ長の人への寄り目だから顔面中央系男子だから。マコリンにもさっき言われた、沖縄っぽくない本当に半分入ってるのかっていう。でもね、多分ヒゲの濃さとかはそうなんじゃないのかな。体毛濃かったりとか違うのかな。沖縄めちゃめちゃ暑いよ今日。サウナだよ、サウナ弱いサウナだよ。沖縄の方言好きなんだよね、柔らかくて、うん、沖縄の今から行くは当てにならないって本当なのかな。でもどうなんですか、ウチナータイムでよく 2時間ぐらい遅れるのは当たり前って言いません、うん、今そんなことないですか。わかんない、なんか自分近かった、家が近いから遅いって言ったから、うん、なんか例えば友達と約束してるときに 2,3 時間遅れたりとかはよくある。よくある、あるんだやっぱり、あるって東京だと5分遅れただけで多分ぶち切れますよ。嫁ちゃんとデートの時を8時間、はい、8時間遅れたやっぱあるわ、うちのタイム、うん、雨の心配ない。でもスコールがあるからね、こっちは今日降らない、うん、あるんだまだ。丸安っていうお店、汚いけど美味しくて安い蕎麦屋さん。へえ。丸安が美味しいって。美味しい、やっぱあるんだね。8時間遅れるなんてもう、やっぱね、俺がね、寝坊する癖はね、時間守らない癖はね、やっぱね、あの沖縄の血なんだよ。だいたい居酒屋とかで、うん、8時で、うん、沖縄の人は8時に出る。あー、俺もそのタイプだわ、うん、8時集合で8時に家を出るんだって。でもそれが当たり前だから怒らないんだよ。あ、最初に来た人が、うん、俺もそうよ、2番目に来たりとか遅いじゃん怒ったりはないでしょ、別に。あんまり怒りはしない、うん、だ自由なんだよ、うん、来たい人は来るっしょみたいな。仕事の遅刻は厳しい。あ、仕事はちゃんと行くんだ。そうそうそう、みんな。ただ遊びはもう関係ない。じゃあデート5時からデートに行ったら、うん、デート5時から行く。5時家出るけすげえな、適当だな。夕方5時から女の子だったら化粧した。ああ。ちっちゃい時1時に入られる。
俺の母ちゃんの姉ちゃんがそうだもん。何時に約束って言っても 2,3 時間遅れて必ず来たりとか、逆になんか1時間早くいたりとかも適当なの。でもうちのタイムやめてって俺の母ちゃんがキレてた。え、なに？タコさんって読むのかな？カーフさんって読むのかな？なんて読むんだろう？タコさん？なんて読むのこれ？ナギさん？は、沖縄の人なの？もしよかったらフォローして。そうだろうね。俺はそっちの方が俺は合ってると思う。正しいと思う。来たい時に来ればいいっていう。そういう方が楽。居酒屋だと国際通りならチュラチュラとかぼんじりとか目利きの銀次がおすすめ。なぎさんね、なぎさんよろしく。なぎさんフォローして。はい、さーい初見さんどうもやっぱり沖縄の人多いですね、今日。ゆっくりしていったらいいさ。はるさん、よろしくお願いします。コメントありがとう。はるさんも沖縄の人なの？はるおっきさんも。じゃあ、沖縄のリスナー250人ぐらいフォローするまで帰らないっていう企画やろ。沖縄の、沖縄によく来る配信者になろう。沖縄系配信者。なんくるないって切れてた。なんくるなくないって何それ、なんくる。どうでもよくないって。どうでもよくないって意味。なんくるなくない。イントネーションがわかんねえな。なんくるないさーっていうのはどうにかなるさ。どうにかなるさ。なんくるなくないはどうでもいいじゃない。どうでもいいんじゃない。フォローありがとう。見つけた？どこ？どこだろう。どうすればいいだろう、どうする。俺車に向かった方がいい？こっちでちょっとだべってから移動する？それとももう車行っちゃった方がいい？俺死にてーげー。あ、いた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 、ありがとう。どうしよう。もうすぐそこだから。うん、来た来た。行って大丈夫？うん、ありがとう。うん、マトリー、ありがとう。うん、気をつけてね、帰り。うん、ありがとう、こんな長時間。うん、ごちそうさまです。ああごめん、リスナーさん。明日。うん。ここから。嘘？本当に？うん。うん。でも、わかんないよ、何時になるか。カメラ回ってたら全然 OK だから。うん。起きてる時に。ありがとうね。うん。マトリー、お疲れ。ありがとう、ごちそうさま。うん。で、どうしようか。車が。ちょっと待ってね、荷物が。うん、マコリンは地元で、リアトツ、もう4人かな。で、いや、違う、3人で4人目。マコリン。よいしょ。こんばんは。こんばんは。ごめんね、夜中なのに。顔、大丈夫？ありがとう。あ、やっぱキンキンに冷えてる。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。機材を畳むんで。うん。ちょっと今、機材の、あれする。送ってくれるって。沖縄。沖縄旅、順調ですよ、皆さん。みんないい人。
どうしようかな。一回バッテリー外すか。あ、積んでもいいですか。ごめんね、夜中なのに。うん。明日休みだったの？夜勤なんだ。そっかそっか、すげえ嬉しい、ありがとう。嬉しい。そう言ってもらえるのが一番嬉しいよね。出会い大事。超出会い系男子だから俺。雨降ってなかったです？うんとね、雨ね、ポツポツって1回、2回あったけど、雨は降ってないのか何なのか、ちょっと。全然わからなくて。うん。あんまり来ないですよ、那覇とか。那覇とか来ないの？あんまり。もう、うん、沖縄市で生活して。え、生まれも育ちも沖縄市？違います。え、違うの？こっちの人じゃないの？すみません、なんか車がすごいことになってる。とんでもない、とんでもない、ありがとうございます。夜勤ナースさんか、特定する癖やめよう、みんなすぐ特定しようとするから。すみません、お邪魔します。やっぱみんな車キンキンにするんだね。だって暑いね。そうです。え、普段もキンキンなの、やっぱり。でも、うん、私これ壊れちゃってて、うん、あのこっちが曇っちゃうんですよ、内側が。はい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 。なのでちょっと、うん、みんな見えてる？みんな見れてる？映ってみるか。映ってみる？全然いいよ。マスクしてんで。うん。なんでのぶきよなの？あ、名字です。え、名字がのぶきよなの？はい、珍しくない？あ、ありがとうございます。あ、じゃあ、後でいただきます。はい、うん、あとガムもどうぞ。あ、ありがとうございます。ガム1個ずつ。ありがとうございます。ちょっとわかんなくて、うん、なんか別のコンビニの人に聞いたんですよ。まっすぐ行ったらいいのかな、わかんない。私もちょっと待って、ドライブしよう、ドライブ。そうですね、うん、もうちょ、すいません、暑いからこんなになってる。おい、思ったんですよ、ふわっち。 AU キャリア違います。うん、これはあれです。うん、カペアススマホ。あー、のぶきよさんです。みんな、こんばんこんばんは。こんばんは。でいいんですかね。見えてる？みんな見えてる。お願いします。ちょっと待って、うん、じゃあマスクしてますか。うん、はじめまして、和道です。すいません、ちょっと寝起きで髪ボサボサで。でもとんでもない、とんでもない。のぶっきイエーイっつってノリが悪い、ノリがおかしい、ノリがおかしい。ちょっとラグってる。大丈夫？ラグしてはないかな。まあ大丈夫です、大丈夫です。全然 OK です。私、介護なんですけど。へぇ、仕事大好きなおじいちゃんの。うん、おじいちゃんの。おじいちゃんを待ち受けしてるんです。かわいくて仕方がなくて。おじいちゃん、はい、うん、今日来たんですか。今日の夜の9時半かな、9時かな、あ、うん、にあの那覇空港到着して、うん、プラプラしてました。あ、そうなんです、うん、あ、一人で来たんです。あし、明日あのテルチャンピング、うん、来ます。一人ですよ。どこですかね。わかんない。ね、ちょっと、じゃあちょっとこのナビで来たんですけど。 Google マップ。はい、うん、
違う。設定がわからない。あ、まあ、今あのどう、タイムラグなさそう？大丈夫みんな。みんないい人だよ。リアトする人は悪い人あんまいないかもしれない。ああこれ。これ赤いの。そうそう、キーボード。赤と黒と白のこれ。ああ、うん、これそう見てました。666の。はい、すごい。そうそう。え、信清さんっていつぐらいから俺の放送見始めた？ああ、そんな、でも、うん、最初ツイキャスだったんですよ。え、じゃあ結構古くない？だツイキャスやってたのって俺相当昔だよ。あ、違う、配信サイト自体を見たのか、見たのが、うん、今年入ってからぐらいなんで、ふんふんふん、だいたいみんな平らに見て、うん、あ、いろんな人、はい、ふんふんふん、で、なんか、あ、面白いなとか思ったら、うんうん、追っかけるみたいな、うん、誰見るのよく、のぶきを。あ、自分は、金馬さん。あ、金馬さんも来るよ、沖縄。あ、会いたくないです。なんで嫌だ。なんでアンチだ。アンチなの、金馬さんの。アンチじゃないけど、ファンチ。あ、うん、そうですね、こっちだと思うんですよ。え、なんで金梅さんのアンチなの、ちょっと聞かせてよそれ。なんか、クソじゃないですか、生き方。あだけど、うん、ちょっと可愛いところもあるじゃないですか。あるあるある。だから憎めないんですよ、ね、なるほど。だけど、お前死ねとか言っちゃうんですよ。なるほど、はい、ファンチだね、俺が、はい、まさに。でも、会いたくないです。会いたくはないの、うん、え、だって好きなんでしょ。好きっていうか面白いとは思うんでしょ。面白いとは思うけど、うん、あの人はなんか、うん、この件なん、このようにちょっと言ってほしくない。私の中では。なんかあの画面の中で。ああ、別世界でね。そうそうそう。なるほど。現実世界にはこの人いらないっていう。なんかこんな人いたらもう嫌だみたいな。なるほど。そんな感じです。わかるかも、うん。ファンタジーだからね。はい。おー、マコリン、お疲れ。ありがとうね、リアトツ。見てました。そうそうそう。体調悪いのにずっと一緒にいてくれて。あ、そうなんですか。うん、すいません、私、うん。なんかもう分からなくて。で、また暗いじゃないですか。うん、暗いんで、うん、ちょっと、うん、字も見えなくて。あ、そっかそっか。こんななりながら来ました。ガチアンチだね。おっす。普段夜勤が多いんですか？あ、じゃないです。日勤が多いの？混ざってるんだ、変則シフトだ。あ、朝7時からとかもあるし。あれ、あの産勤、昼産勤、2級の夜産勤みたいなパターンのやつ。警備会社とかはそうなんだよ。早っ。警察とか。昼3勤、朝3勤、朝晩の2連休の夜3勤の交代。決まってないですね。あ、不規則なんだ。休みの次は、うん、早晩、遅晩、昼夜勤、夜勤みたいな感じなんですけど、うん、そうはいかないみたいな。いきなり休みの後は、うん、また夜勤だったりとか。明日は夜勤なんですけど、次の日も夜勤なんですよ。継続して。え、じゃあ昼夜逆転しちゃうでしょ。あ、なんか起きた時に、わけがわかんなくなる。わけわかんなくなるよね。初見さんいらっしゃい、ステイルさん。コメントありがとう。もしよかったらフォローしていってください。俺は基本的にリアト2は、放送回してる時どこでもリアトしてくださいっていうスタイルです。放送中はいつでもリアド大歓迎ですっていう。配信者リスナーさんは問いません。生放送をつけてコラボも可能です。顔出し NG の方はマスクをつけたり、映らないように、自分で準備してくださいと。こういう感じです。よろしくお願いします。誰かね、来たい人がいたら乗っけるんですけど、後ろからちょっと気持ち悪い。スティッチだらけなんです、ね。スティッチ好きなの？
なんか集めちゃって、うん、切りがなく部屋に置いとくのがなんか、うん、邪魔になっちゃって、車にどんどん入れてんの、うん、で、なんか捨てられないじゃないですか、なんか、うんうん、なのでもう後ろ誰も乗らないんで、うん、まあいいやと思って、うん、ちょっと職場の若い子とか 何この人みたいなスティッチだらけみたいな、ナオキオさんの後ろ青いんですけどみたいなね、ノブキオさんは1万人リアトツの旅91人目のリアトツ者さんです。カウントさせていただきます。ありがとうございます。91人目ノブキオさんです。よろしく。誰か見てるかな、見てないかな。今でもね、今日今少ない、90人ぐらい。おい、ユウスケいらっしゃい。沖縄だよ。暑いですかね。外暑かった。今日暑いですよ。いつもこんな暑くない。あ、そうなんだ。今日特別に暑いんだ。あと雨も降ってるから。ムシムシするんだ。ほんとなんかカラッとしてんのかなと思ったら、ジメジメで。カラッとしてますよ。もうなんか。しばらくこんな感じかな。そうですね。でももうそろそろ梅雨が明けると思うんで。うん。いや、梅雨明けはもうしたらしいよ。あ、そうなんですか。うん、なんかリスナーさん調べてくれて。そんななんか内地よりも、うん、36度とか7度とかならない。ほーん。でもなんかこの太陽の直射日光が暑い。あー、うん、あと結構風があるじゃないですか、うんうん、それでなんか体感温度的にはそんなにあ、うん、暑くないのかな。あ、でも気持ちいい感じ。日陰と日向と、うん、で全然なんかこの感じ方が違う。おー、日陰に入ったら割と涼しい。よくわからないんですけど、どっか、まあ、真っ暗だからあれだけど、うん、どっか行きたいとか。行きたいところって言ってもうどこもやってないでしょ。やってないですね。もう真っ暗でしょ。真っ暗ですけど、何があるのかな。いや、なんかもう糸、え、どこ行くんだっけ。糸満じゃなくて、糸満じゃないですよ、うるま市ですね。うるまか、うるまですか、うん、ね、ホテルの名前言えないんだけど、ちょっと待って、マイク一回消すね。 OK、 みんな
すいません。はい。ういっすー、みんな。営業妨害です。うん、営業妨害じゃなくてさ、ほら、嫌がらせする人とかも中にいるから。あ、そっか。うん。そうですか。そう。だから、その地名とかさ、やっぱり言わないようにするのが。宿電とか言う。そう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 。男のお店行っても、まあ、許可を取れば、リスナーさんそういうことやらないけど、配信者もさ、ズーズーしい人多いから、勝手にさ、店の中で放送回しちゃうから、俺は祝電少ない方だけど、ちゃんと許可取ればね。ちょっとこのまま行ったら、宜野湾市ってとこなんですけど。エンジェル宜野湾の宜野湾だ。エンジェル宜野湾？あのね、有名な配信者、沖縄の。知らない。うん、見たことない。トムとエンジェル宜野湾の2人が有名。へー。とか言って。ちょっと、あの、58号線の方に。あざっす。てかホームレス結構多いな沖縄。あ、多いです。なんかさっき来るときにコンビニでなんか、ね、誰か倒れてました。なんで？で警察が来てなんか、あれですよ、なんか、一番ほらなんか。本当だ。ホームレス多いな。この通り結構多いんですよ。多分暖かいから困らないんだろうね。死なないから。冬でも。うん。だから北海道はホームレスいないっていう、少ないっていう。うん、まあ、死ぬからね。うん。一応冬も寒いんですけど、うん、気温的には15度とかくらいなんで。まあ、15度だったら死にはしないもんね。死にしない。動かなくは頑張れたもん。結構みんなも酔っ払って、はいはいはい、寝転んで、なんか、死んでるのみたいな、よくあります、うちの近く居酒屋あるんですけど、そこで飲んだ人が、倒れて、コース店のなんか、角で倒れてて、私、ちょっと早番だったんで、どうしようか、助けようかと思って、死んでるのかなと思ったけど、あ、絶対酔っ払えないと思って、そのまま行っちゃったんですよ。困るよね、対応にね。うん、なんかね、もしいきなり起きて、あーみたいな。嫌だよね。それとか怖いんで。沖縄の人って遊びって、どういう遊びをするの？その、沖縄。なんか飲むんじゃないですか。飲みが基本なんだ。私、地元じゃないので、あれだけど、この職場の人なんか、きっとモアイって言って、なんか同級生が集まって、で、なんか、あ、10万ループさせるやつでしょ。そうそうそう。ちょっとリスナーさんに説明すると、俺ばあちゃんが沖縄だか分かんないけど、モアイっていうのは例えば5人集まると、で1人10万円とか1万円とか積み立てるの。そうすると5人が1万円だったら5万円になるじゃん。で1人に5万円を渡すの、お金困ってる人に。でぐるーって回すっていう文化があの、ボーナスみたいなのを作るっていうグループで。ただこれは人間関係絶対崩れると言われていて、人が抜けたりとか金払わないやつとか出たりとか、あの、モアイは、あの、人間関係壊すってばあちゃんがよく言ってた。それですよね。その、そうですね、お金を積み立てて誰かにが多く取ってを回すっていう。だいたいなんか同級生同士とか、あと、はい、いとこ同士とかでもやってるみたいで。うん、やってましたよね。うん、だけど、うん、それで結構月1回とか、うん、あの、モアイも1個だけじゃなくて、うん、この他の、うん、他のでモアイ作ってたりとかするから、月に2回とか3回とか飲みに行っちゃう人もいるみたいです。モアイって独特だよね。ばあちゃんが沖縄だから教えてくれたの。うん、あ、そうなの。モアイ。ね、ばあちゃんはモアイ反対派なの。ばあちゃん沖縄の人。あ、それは無人か。無人？それ無人？あ、なんか昨日テレビでやってた。それは無人かな。モアイは？無人って。モアイも。モアイもでもそれと同じシステムだ。で誰が取るみたいな感じで、あ、こっち行ってみよう。こっち行ってみます。うん。あ、こっちが。モアイって名前の飲み会なの？そう。え、何それ？モアイは飲み会なの？今俺が説明したのは無人？同じなんだ。よくわかんねえな。なんかそういう文化があるんだよね、独特の。だから、そう、なんて言うんですか、絆が強い。あ、まあまあ、絆強いですよね、中の人は。で、ほら、小学校から、小学校の場合、中学校の場合とかってあるみたいで。すげえよな。だから、私は土日は休みはないんです。おー。同じ感じなんだ、モアイも無人も。
月一でみんなが集まる口実を作るためにやってる。なるほど。要はサークルみたいなノリで、で、お金のあれがあるからっていうことを口実にして飲んでるんだ。だこっちで言うサークルに近いのか。あー。おー。飲む口実なんだ。なんか、最近でもないけど、なんか海沿いの。あ、ほんとだ、綺麗。多分、うん、昼とったらもっと綺麗だ。ですよね。街の明かりが。なんかこの辺りとか、なんか、キムタクがマンションを買ったみたいな。へー、この辺に。っていう噂は、立ってないみたいですけど。俺が一番びっくりしたのは、葬式が宴会になった時。要は、つとむ兄ちゃんって言って、いとこみたいな人がいるのよ。要は、沖縄独特だから、ほら、戦争でばあちゃんがさ、その、一緒に住んでたみたいな人がいた、女の人で。要はもう血縁関係、血は繋がってないんだけど血縁なんだよ。で、俺、いとこの兄ちゃんって、つとむ兄ちゃんって言ったら死んじゃったんだけど、32歳で。あ、俺の歳だ、ちょうど。お、ボーリングある。ここなんすか？ラウンドワン。あ、ラウンドワン。ゲーセンとかっすか？はい。うん、で、その兄ちゃんが死んだ時、俺中学2年生だったのよ。そしたら、みんな悲しい顔してんだろうなと思ったら、ブルーシート広げて、なんか、その兄ちゃんの遺品、ギターとかベースとか好きなもん持ってけみたいになって、なんかフリマみたいになって、で、ガンガン飲んでベロンベロンなのみんな。で、なんか、近所のおじさんとかも集まってきちゃって、なんか誰か死んだのかみたいな。よし、飲むかみたいな。で、てんて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 みたいな。なんだこれって思ったもん。そんな葬式見たことない。え、それはつとむ兄ちゃんだけだったのかな。え、俺は沖縄の人の葬式ってこうなんだって思ったんだけど、で、そしたらなんかベロンベロンになってみんな急に号泣し始めて、え、それは俺の家がおかしかっただけ？その親戚が。みんなそういう感じじゃないの？沖縄のお葬式ってちゃんとしてんの？多分沖縄のリスナーさんいっぱいいるから今日。あ、私が驚いたのは、うん、あの沖縄お葬式じゃなくて告別式っていうんですよ。ほうほうほう。で、あ、言ってたかも。で、先に焼いちゃうんですよ。え、普通お通夜って言ったら、うん、お通夜があって、うん、で一日お家で、うんうん、お家とか、うん、この、はいはい、なんていうんですか、あの、まあ、葬儀場とかで、うん、あの誰かが見守って一日置くじゃないですか、うんうん、じゃなくて、うん、すぐ焼いちゃって、うん、特別式の時は、うん、もう骨なんです。すげえな。で、私なんか早く行かないと、うん、特別式に行くとかって言って、うん、会えるんだろうと思ってたんですよ、うんうん、もう骨だ。そしたらなんかあの、うん、会うんだったらお通夜の時に行かないとみたいな、うん、ってなって。じゃあその親戚の家があるか独特だったのか、なんか違うって言われてます。あの、そうなんですか。俺が今話したパターンのか、だから多分私はそれが普通なんだと思う。仮装してから即納骨だからすごい早い。あれかなって。あ、猫だ。暑いから。あれ、猫がいる。あれ、西表山猫か。違うよ。違う。ていうか、タヌキみたいだな、尻尾が、うん、尻尾が全然独特。映ってない。ちなみにここは、うん、これ何？門海駅。なんだこれ、海浜公園。面白くなかったね。なんだろうこれ、すごく早いんだ。じゃあ、あれか、うちの親戚が基地外だったのか。だけど、この地域によって違うんじゃないですか。あ、なんかが。ちょっとタバコ吸いて、あ、吸いましょう。うん。ロイター取りたいんですよ。うん。あ、どうぞ吸ってください。ありがとうございます。ティッシュで吸ってもいいですか？あの、ガム。はい。ペリ？どうぞ使ってください。ガソリン入れたらもらったあ、そう。ヒカル君はまだ来ないでしょ？俺、まだわかんない。あの、明日だと思うよ。明日じゃない。明日チャンピンと合流。みんなテルチャンピン。テル、イケメンっすよ。あの、私、車に名前書いてもらったんですよ。うん、あ、書いてもらった？書いたじゃなくて？あ、なんか最初車買った時に自分で、うん、リスナーさんがこう上がってくる名前を
書いてる書いてる書いてる書いてたんです、うん、で私も書いてってきたら、うん、なんか運転席側の、うん、ドアの下の方に書かれました。あ、マジだ、もう今すごい落書きだらけになってるよ、あの車。多分ね、ヒカル君屋久島の方先に行くと思うよ。うん、ルヒさん屋久島が先だと思う。沖縄がメインじゃなくて屋久島が先。ライター俺のあるよ。使う？いいですか？いいよ。あったんですけどね。うん。ていうかタイムラグどう？みんな。ラグってる？見れてる？そう。見れてますか？どうなんだろう。なんかね、ちょっと遅いような気がするんだよね、コメントの流れが。あ、そうなんですか。うん。もしかしたら。いや。なんかね、たまにダメなの。どう、みんな見れてる？ラグない？大丈夫？ありがとう。でも夜中でも見てくれる人がいるんですね。うん、あ、大丈夫ですよ。ありました。うん、あった、はい。うん。あ、タバコケースみたいです。タバコケースこんな感じ。ちょっといいですか？うん、川でね。でもね、結構すごいです、ね、あ、うん、使い込んでるから2年目ぐらいかな、それ。いや、くにゃってなってきた。そう、あれね。お子さんいらっしゃい。すみません。まあ、笑けてるだろうね。うん、うわん、どうした、うん、なんか見てた人と合ってると思ったら、ちょっと心臓が痛くなってきて。いやいやいや、全然でも変わんないでしょ、俺。あの、その、そうそうと全然丸目がね、うん、よく言われるもん、なんか見たまんまとか、もう性格もそのまんまって。今からもう何にも考えてない。とりあえず、北へ向かってる。北へ北へ。こんばんは、花ちゃん。このまま、まっすぐ行ったら、うん、チャタンっていうところ。チャタン、うん、はい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 。ここは北谷は通りますか？だって通ります。通るって。北谷、北谷って呼ぶ。チャタンって呼ぶの？北谷で。チャタン。のぶ？のぶきよさん、え？北谷でチャタンって呼ぶの？そうそうそう。あ、チャタン通るってよ。リアドする？チャタン。あ、待ってる人がいるんです？うん、いない。いや、今、チャタン通るって聞かれたから、チャタンで会いたいのかなと思ったら、どっかでね、5分ぐらい。離島行くかね、まだ迷ってる。もう適当だから。適当。宮古がいいですよ。ん？行くんだったら宮古島が。宮古島？うん。海が綺麗。うん。宮古島有名だもんね。あ、ちっちゃい離島ですか？いや、全然何もわかんない。でも離島行くんだったら、うん、なんかさっき久高島とか言ってたじゃないですか。うん、あれはなんかヘシキアっていう港まで行かないと。うん。出ないんで、全然逆方向なんですけど、はいはい、でもね、もうプラ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 多分回ってると思う。多分、あの、うん、レンタカー借りた方がいいと思う。俺免許ないんだ。え、嘘。俺免許ないの。そうなんです。そう、だからみんなに誰か車出してっていつも言ってんの。あ、そうなんだ、うん、そうなんだ。じゃあ、テルチャンピンが来たら。そう、テルは車出してくれるって言ってくれてるから。沖縄なんて道、そんな大きい道あんまりないんで、うん、すぐ行けちゃいますよ。はいはいはい。セーファーウタキとか行かないんですか？目の前車で通ったの？声かけられなかった？嘘。どうした？あ、うん、目の前。あ、大丈夫大丈夫。じゃコメント読んでるだけだから大丈夫よ。うん。さっき車の前通ったけど声かけられませんでした。すいません。またリアドツー機会があったら声かけますね。なんで声かけてくれなかったの？なんで？一応、俺に見に来たの？
近くにいるからって。どこにいたんですか？それとも偶然見つけたってこと？偶然見つけるなんてないよな。放送見ててさ、ちょっと会いに行こうかなと思ったけど声かけられないってパターンだね。リアトツの旅1万人に会うのが夢だから、ぜひ協力して、俺のためだと思ってリアトツしに来てよ。免取りじゃなくて免許取りに行ったことがない俺。そうだったんだ、会いたかったな。うん、プラプラしましょう。この辺は、うん、プラになるとちょっと分かってきます。はいはい。あ、会いたかったな、キングさん。キングハナハナさん。そうなんですか。残念ですよね。うん。ねえ、会いたいよね。うん。でも、会ったら変わるよ。配信見てる人って自分の周りにいないんですよ。うん、ねえねえ。だから、少ないもんね。たまになんかこのおすすめに沖縄の人っぽい人がいるんですけど、うん、はいはい、なんかでもなんかやっぱりちょっと、大手さんを見た方が面白い。まあまあね、正直ね、はい、うん、放送好きな人はさ、ぜひ会いに来て。本当に俺も頑張って大手になるからね。みんなで応援して、会ったら絶対思い入れ変わるから。テルちゃん君にも会いたいですね、せっかくだから。テルはだってこっちで働いてたでしょ。仕事してたでしょ。なんかこの間見てたら、うん、イトマンに住んでたとか言ってました、うん、そう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 。だって俺テルちゃん君の名前最初に聞いた時は沖縄の配信者って言われてたもん。だってなんかあと三品茶かと思いましたもん最初。あ、テルちゃん君の名前が、うん、だから、あ、そうだったんだ。橋のところにいたんだ、キングハナハナさん。緊張していけませんでした。あ、さっきな、あ、なんか車止まった時は3人ぐらい、うん、女の子2人、男の子1人ぐらい。キングハナハンさんは男性女性？通った人がいたけど、あの人ですか。あ、もう緊張なんかしなくていいんだよ、芸能人じゃねえんだから。いやいや、こっちとか、こっちからしたら芸能人みたいなもんですよ。え、でもね、それはね、誤解だよ、絶対。だって俺ら事務所にも所属してないしさ、普通にただ配信回してね、たまたま人が集まってるだけで、うん、緊張することないよ全然。普通に「おお和道」って、歌舞伎町の人なんか誰だか分かんないお兄ちゃんとか「おお和道」とか言うよ。まだこっち住んでんのかとか見てるから頑張るよみたいな。おっちゃんとか夫婦で行ったの夫婦で俺のこと覗いてたんだちょっとシュールだなそれ、うん、和道いるわ。結構見てる人いるんですね。結構やっぱ、あとその今日どこにいたでしょうとか言われますね、東京とかだと。パチンコ打ってただろうとか、お前プライベートさらすなよあと一番わけわかんなかったのが、そのどこの店かは 言われなかったんですけど、今日実はうちのお店来たんですよ、ありがとうございますって言われて、何の店だって言ってそう、みんな、俺も何の店だろうみたいな。まだチューブですか。今どこなんだろう。今は、ここはカズさんいらっしゃい。ギノワン、ギノワンとチャタンの間ぐらい、間ぐらいですね。ギノワンとチャタンの間ぐらいかな。あ、もうチャタン、チャタンかな。もうチャタン、違うな、ギノワンとかチャタンの方だった。あ、ここは普天間なんだ。この今オスプレイの、あ、本当はフェンスだ。あ、ここがもうこんな住宅街でヘリコプター飛ばしてんの、やば、これはやばいわ。こっちよりも、カデナの方が飛行機を、見れるんですよ。カデナの駅っていうのがあって、2階に、展望台みたいなのがあって、そこから、なんていうの、飛行機っていうか、はいはいはい、ジェット機みたいな、戦闘機みたいなのが、出て、こう、名所みたいなのになってる。すげえな、こんな街中で確かにオスプレイ飛んだらもう住民怖えわ。手頃お疲れ様、ありがとう、カズさん。もしよかったら初見さんフォローしてください。よろしくお願いします。今日はね、沖縄のリスナーさんいっぱい見ていただいてます。沖縄中のリスナーが今、見てくれてる。あ、
かどこ行け、あそこ行けとか、そこ面白いぞって。ひやね、ひやね観光。ひやね、ひやねかひやぼんか。ひやぼん。ひやぼん。ぼん。独特な読み方するな。茶碗ですよ。この辺が茶碗。うん、交番だ。ありがとね、みんな。ご飯日ですかね。うん、ショッピングセンター。はいはいはい。てか焼肉の安安あんあんがいっぱいあるな、こっち。でも沖縄思ってたより電波あるよ、みんな。なんか電波全然ないって聞いてたんだけど、放送見れてるよね、ちゃんとね。問題ないよね。宿したいけど、チャタンは遠い。放送ついてて、でもね、もう多分ね、沖縄そんな年に何回も来れないから、どこまでも行きます。もうガンガン来てほしい、リアトツ。もう、出会いたいし、俺も、みんなの触れ合いたいし、お礼言いたいから今まで応援してくれてありがとうって。だから、ちょっと遠くてもね、ちょっと来てほしいかもしれない。みんなでさ、海入ったりとか、遊んだり飯食ったりとかやろ。うん。島の方行かなきゃダメ。で、いつも通り電波大丈夫だよね。問題ないよ。来た、茶谷中学通り通り、茶谷中学通り通りますか、だって。え、わかんない。茶谷中学。茶谷中学ってどこですかね。わかんないな。そこまでなんだ、わかんない。今なんかでっかい建物とかなんか目印になる建物あります。何日に帰るかわかんない。俺適当だから。西松屋。西松屋のところにいるけど、ステイル。西松屋？ステイル合う？なんて言えばいいの？俺も。ハンビ。シャタン公園、アラハビーチとか、シャタン公園だけど、来るんだったら待ってるけど、どうする？ 30 日暇？じゃあ30日さ、放送ついてたら来な来な。うん。なんかバーがあるね。クラブだ。ガンガン、ダーツかなんかやってる。宮城海岸っていうところが、うん、今整備されて、うん、綺麗になってるんですよ。なんか昔ナンパの人、ナンパ、ナンパする、ナンパする、着替えて通り出る。どこで待ってるって言ってもらった方がいいかもしれない、ステイル。はい。ね。立ち止まってます。うん。ね、那覇市に向けて行くなら通るって言ってるんだけど。なんか俺らなんか適当に道選んでるから、那覇市に行く、どこに行けばいいんだろう。逆に言ってもらった方がいいかもしれない。そのどこに、どこら辺で落ち合うって、何分後に行って、DM、 あ、ごめん、 DM か。お、 DM、 DM がね読まないんだよな俺。DM、 DM してじゃん。 DM 送ったらコメントして。アラハリゾートホテル。 DM 送ったよと言ってね。俺 DM が起動してないから普段。那覇にいるかどうかはわからない。中にいるかどうかはわからない。だからどっかにいて近くにいたらガンガン来てほしいね。さっき那覇にいたのに、カズさん。国際通りいたのに。全然。DM 待ってるね。DM した？OK。 DM 来てな、あ、来たか、ここか。ちょっと
もらっていいですか。はいはい。私はそのこれってわかります。あの読み上げないでください。これわかりますか。これが Google 開いた方がいい。わかりますだけど、うん、方角違う。ちょっと戻らないといけないかな、うん、私が調べてみます。あ、そうだね、ここだ。あー、こっちだ。今ここで、あー、じゃあ出て、うん、なるほど、こういう地形なんだ。じゃあさ、こっち側行ってさ、ここ通ってこう行っちゃう。じゃあちょっと見えない。見えない、ごめん、すみません、うん、なんて書いてあるんですか。すみません、老眼も。いい、ちょっと待ってね、今プランを決めるからしている。多分そんな遠くないでしょ、これ。すぐだ。そうか。濁点を取らないといけないから。多分。あ、そうか。ひらがな出てきたよ、これで。あ、本当に。うん。おい、こけしさん、こんばんは。楽しんでて。初見さん、ぜひ皆さんフォローお願いします。同じなんですよ。すごいっすよね。読めないですね。読めない。風船プレゼントありがとう、こけしさん。あざーす。ありがとう。ごめんね、振り回しちゃって。大丈夫ですよ。ありがとう。気にしないでください。こっちも上がるの。風船ありがとね。そう、パソコンだよ、俺は。全部パソコン、外配信、ほら。まあ見づらいかもしんないけど、パソコンでやってるよ。こだわりです、僕のパソコン配信は。
ストマドツール袋田の滝以来です。どうぞ気をつけてください。ウィスウィス、あざーす。袋田の滝懐かしいね。遭難したからね。遭難したんですか。だから袋田の滝っていう有名な滝があったんですよ、はい、でハイキングコースのなんか階段みたいなのがあって、はい、鉄の面白いから登ってみようぜって言ったら、はい、永遠と山の頂上まで階段だったんですよでカーカーとか言って日が暮れてきてこれどうしようっつってマジで戻っても寒かったんですよ冬だったからでバッテリーもないしどうしようどうしようっつって急いで降りろって言って厳しすぎる。もう2時間ぐらいの階段ひたすら山道を頂上まで登ってひたすら降りるっていうあれ地獄でしたね。苦行だったよね。苦行。永遠と階段だったよね。なんだろう今日ピンボケがすごいな。暗いからですかね。うん。カメラの調子が悪いのかもしれない。夏の日差しにやられた。つきそうですよ。つきそうすか。オッケーです。もうつくよ。来ている。来れるの？もうつくよ。もうつくよ。もうつくよ。歩いてる。オッケーオッケー。そんなにブレてないけどね。でもかあのカメラ的には酔わないようにはしてるけど。感じなんだこの辺は。あ、そうですね。あの丘っていうか。こっち多分抜けると沖縄市なんですけど。うん。沖縄市結構高い位置で。ああ。それぐらいリアル。安いからね。消防層は。あ、すぐだ。うん。なんだ、愛媛なんだね。ぜひぜひ全国回るからね。日本全国全世界1万人乗り跡つの旅はまだまだ続くよ。4、5年かかるからみんな会いに来てぜひ。みんな自分のナンバー覚えといてね。いいよいいよ全然。もしあれだったらリアトツナンバーとかステッカーに記入することもできるからよろしく。記念に。うん。え？もうちょっと？うん。どこだろう。この辺？もうちょい先か。もうちょい先。歩いてるって、もう向かってるって。あ、違うかな。違うかな。うん、新聞の人。新聞の人だね。え、このとこ？どの？私、公園って。うん、ここだ、ここだ、ここだ。あ、審査いた。ついたついた。どうしよう。いいですか。うん、なんか
アンティどうやって入んのこれ、どうやって入んの、鎖がついちゃってるってこと、ついたよ、もう閉じ込められちゃったんだ。公園の入り口に行けばいいの、このそばに止めちゃいます、あります、スイマって誰、上側にいる、オッケー、上今上がってるよ、ごめんね、ありがとうね、大丈夫です、うん、ここかな、うわ、超景色綺麗、あ、本当ですね、超やばい、ここよかったです、よかったよかった、ここだ、多分、うわ、超綺麗、どっか泊まれる、ちょっとここの、うん、うわ、やば、超景色、なにこれ、お宅、うん、お宅かな、うん、もうちょっとちょっとバタバタ、うん、音、じゃあ行ってきますね、ここで待ってます、うん、ういっす、沖縄のね、その空、なんていうんだろう、町の夜景、丘になってるんだよ、今見せるよ、やばこれ、すっげえ綺麗、あ、ワドです、女性だったんだ、男の人だと思った。ちょっと自宅が上なんで歩いてきました。あ、はじめまして、片手すみません、窓です。よろしくお願いします。すみません、息切れで。ちょっと歩いてきました。うん、すっごい綺麗ね。景色がいいんですよ。うん。ちょっと配信見ながら。女性だったんだ、スティール。うん。俺男の人だと思った。別赤です。あ、別赤なの、はい。だから顔出し NG で、あ、オッケーオッケー、はいはい、うん、声は大丈夫でしょ、はい、うん、ちょっとすいません、ははし、すげえ綺麗、綺麗でしょ、みんな、あらができるまでは、ん、あれ、あの建物、あー、これで景観崩れちゃったんだ、そうですね、はいはいはい、え、これは普天間ち、ん、何なんだろう、え、あー、まあ全部見えますね、うーん、普天間はどの辺、普天間の基地は、ちょっとね、メガネ忘れて見えない急いできたんで、うん、ありがとうございます、本当に仕事帰りなんで、うん、そのまま来ます、あ、そうだったんだ、はい、そっか、綺麗だね、すごいね、みんないつもこうやってるんですね、うん、そう、こうやって日本中をプラ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 歩いてるんですよ配信中なんで、本当は写真とか撮りたい、うん、あ、いいよいいよ、全然撮ろう、暗いのに、ちょっと待って、暗い、どっか明るいところあるかな、いや、なんかあるかな、多分街灯の下だと大丈夫です、うん、街灯の下行こう、うん、綺麗だね、夜景ね、すみません、僕髪ボッサボサなんですけどいいですか、はい、じゃあそこで撮りましょう、うん、いいところだね、ここね、なんだろうか、うん、ちょっと待って、よいしょ、うん、大丈夫大丈夫、こっち側背景にする、こっち側とか、せっかくだから、うん、全然全然、やばいですね、やばいな、してて大丈夫かな、まあ、はい、はい、もうちょっとこっち行きます、いけない、ごめんなさい、焦ってた、はい、大丈夫です、はい、とんでもない、とんでもない、映ったかな、映ってない、映ってない、大丈夫、こっち側向いてるから、カメラ、ありがとうございます、うん、ちょっと聞きながら歩いてきた、うん、来ているね、1万人の旅のね、はい、
92人目。本当ですか、ありがとうございます。92人目。ありがとう。いいところだね、みんなね。うん。家近いんですか、ここから。はい。あ、よかったよかった。あ、よかったよかった。職場もそうですか。職場もそう。はい。うん。まあ。うん。さっき書いたんですけど、チャンピン来てます。え、嘘。え、チャンピン来てる？どういうこと？あ、あの、配信しながら一回行くと、うん、あの、まあ、プライベートで何回か。ああ、そうなんだ。はい。で、うん、聞いてもらったら分かるんですけど、うん、うん。あの、本赤の方は、うん、行ったらすぐ名前分かると思います。あ、本当に？はい。あ、じゃあ、聞いてみる。来たら、明日。うん。で、それは DM でまた送っときます。あ、本当の名前を。あ、OKOK。待ってます。すいません、運転手さん。大丈夫かな？顔見えないんですけど、メガネ忘れちゃって。うん。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。すいません、自分の汗で。はい、いえいえ、ありがとうございます。もしステッカーとかなんか持ってるんですか？ ありますよ。はい。2種類あるんですけど、どっちがいいですかね。どっちがいいのかな。せっかくなんで、ちゃんと買って。はい。テルチャンピオンの買ったことないので。嘘。ないです。ぼったくり価格ですけど、大丈夫ですか？いくらなんですか？ 1 枚1000円で売ってるんですよ。はい、全然。いいですか？はい。どっちにしましょう？どれがいいですか？黒と、はい、これがスタッフパスで黒って呼ばれてて、はい、ね、でこっちが捨て頃用のやつなんですよ。こっちが新しいんですか？こっちが新しい。あ、じゃあこっち。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ご支援いただきました。ありがとうございます。はい。チャンピンのは買いません。なんで？買いません。なんで？ダサいから。ダサいよ。チャンピンステッカー。T シャツ買ったんですけど、まだつけてないんです。あ、そうなんだ。はい。ちょっとね、家着じゃないと恥ずかしいもんね。配信者 T シャツはね、つけれないです、うん。ありがとうございます。はい。じゃあ、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ういっす。失礼します。じゃあ、運転手さんにもよろしく。はい。のぶきさんでしたっけ？うん。のぶきよさん。あ、のぶきよさん。うん。さっきのぶっきってコメント流れてた。またゆっくり見てってください。あ、はい。でも帰るとき自分撮らないでください。うん、もちろんもちろん。すいません。うん、ありがとうございます。いつも撮らないでください。オッケーです、オッケーです。はい、ちょっと待って、カメラの角度厳しいな。大丈夫ですか？今映像切る。分かっちゃう、分かっちゃう。うん。オッケー、今、ちょっと待って。今切った、カメラ。はい、うん。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。やばいね、あと8人だね。すぐだね。お待たせです。ごめんね。大丈夫です。うん。女の人だった？男の人だと思った？若いお兄ちゃんかなと思ったけど、なんか家すぐ近くみたい。そうなんですか。分かんないけど、歩いて10分ぐらいって言ってたかな。どうしましょう。じゃあとりあえず上、沖那覇市、那覇市じゃなくて沖縄市。沖縄市に行ってみましょう。うん。俺置いてちゃっていいよ、夜。はい、だって大変でしょ。あ、大丈夫です。いいよいいよ、運転大変じゃん。本気よ。置いてて。朝になったら置いてきますかね。私も寝ないといけない。でしょ？日の入りが見えて綺麗かもね。そう。オーシャンビュー。は、うん、こっちですか？逆方向だ。 あそこ行きましょうか。どこですか？海中道路。海中道路？はい。何それ？海の中を道路が走ってる。海が、めっちゃ晴れてたら、うん、
湾側の海って割と綺麗でリゾートホテルとかがよく建つんですけど、うん、東側とか太平洋側の海ってあんまり綺麗じゃないんですよ。あ、そうなんだ。へえ。なので、うん、そこはでも綺麗、うん、前その辺に住んでたんですよ。はい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 。で、全く、うん、自分も行くとこもないし、どこもないので、うんうん、なんかプロと休みの日にボートをしに行ったっていう場所です。へえ。でもこっちに住むきっかけは仕事、それとも沖縄に憧れてたのか。いや、あの弟が先に、はい、こっちに住んでて、はい、いいな、みたいな。いや、まあ、いろいろあっていろいろね、人生いろいろだからね、はいはい。俺のいろいろもね、語り尽くそうとしたらね、10時間ぐらいね、かかるしね、アンチコメントだらけになるからね。紆余曲折だからね、人間だから。ありましたね。うん、気がついたらもう10年ぐらい経ってます。うん。沖縄好き？好きですね。うん、でも、もともとどこだった？石川県です。ああ、石川だったんだ。はい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 。沖縄どこが好きですか？ああ、なんか人が好きですね。ああ、優しいよね、こっちの人。優しいし、うん、あの、なんていうんですか、この思ったことを、うん、この方言で、うん、うまくこう出せる、うんうん、なんていうの、方言がもうなんかこの自分の思った通りのことを、うん、はい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 、うん、なんかあの、な、うん、どう言えばいいんですかね。わかるわかる。そのうまいっていう、うん、そういう感じなんですよ。で、私今介護やってるんですけど、うん、すごいなんかあの、うん、仕事に就くときに介護やりたかったんですね、ずっと。で、まあ、別の仕事してて、うん、で沖縄来たから介護やってみようと思って、はいはい、でももう面接したらみんなの方言がわからないし、そうだよね、なんか年齢も年齢だからみんな落とされちゃったんですけど、うん、今の職場の面接も電話して、うん、なんかあの人雇って募集してますかみたいな感じで、無理やりなんか、うん、面接受けに行って、うん、お願いします、介護がしたいんですって言って、うん、それで入れてもらったんですよ。でも熱意が伝わったんだよ、多分、はい、どうしても働きたいっていうか、方言わかりませんみたいな、だけど、うん、働きたいんです、お願いしますって言って、うん、入れてもらったんで、うん、でもなんかあのできたばっかり1年ぐらいしか経ってなくて、うん、で周りの人もみんななんか方言喋らないで私に分かるように。ああそうなんだ。とってもなんか職場の人が良くて、うん、ああよかった、いい職場に出会うのが一番だよね。どこですかね、ちょっと待って。ね、分からないね。方向音痴結構のっきよ。いや、方向音痴ってここの人がどこだろうね。あんま通らない道か。あ、怒られた。怒られた。あ、じゃあ、暗いから分からないんですよ。あ、そっかそっか。どこかな、うん、ライカムのとこかな。そうなんですか。あ、でも今日晴れそうだな、なんか。低くない？こんな感じで沖縄の天気って、うん、なんか変な違和感がある。なんか空が広すぎる。あ、そう。なんかすごい、なんか、あ、わかりました、ここどこ。あ、オッケー、うん、話し方がおったりしてていい。でも今は方言わかるんでしょ。わかります。もう完璧に。ヒアリングはバッチシです。ああ、あの使えませんけど、うん、大体おばあちゃんとかの言うことは分かります。あ、そっか、介護だからさらにおばあちゃんとかだから方言きつかったりするのか。うん、うん、そうね。はぁ、みたいな。分かんないよね。でもなんか、分かるようになりました自然と。これが英語だったらいいのにな、みたいな。
そしたらね、手に職でまたスキルアップになるけど、うん、なんかもう自分のことはもう、あ、お客だ。でも車全然通ってないね。はい、ちょっとね、みんな見てます。あ、そうだよね、朝だもんね。あっちに、うん、あっち側に行きますね。オッケー。あ、石油王あたりから立つ潜ってたの。あの、なんだっけ、何さんだっけ、ギマさん、ギマサブローさん。何ですか、ギマサブローさん。あの、なんか、公園行ったんですよ、はい、そしたら、明らかにホームレスのおじさんがおうって話しかけてきたんですね、うん、で、あ、どうもこんにちはって言って話して1時間ぐらい喋ったんだけど、はい、その人自らそのギマサブローっていう名前を名乗ったんですけど、なんかもう出会った時はちょっとおかしかったんですよ。明らかにホームレスなんだけど、なんか俺は今財布を落として携帯電話を海に投げちまったんだって言って、コーラが飲みたかったって言ったから、あ、コーラ怒りますよって言ってコーラ渡して、ありがとうって言ったらビニール袋を腰に下げてて、そのビニール袋からミニカー2つ出してきたんですよ。で、これを1個買ってくれと。そしたら俺は野球ボールを子供たちに買うことができるっていう嘘をつき始めて、で、いらないです、いらないですって言って、ごめんねって、ミニカーいらないですって言って、で、俺は元プロ野球選手だとか、そう、有名高校のピッチャーだとか、石油王だとか、もう吹かしまくるんですよ。あれ、あの、酒入ってるんですか？酒は入ってないんですよ。入ってないんだ。で、さ、42歳って言うんですけど、明らかに70歳なんですよ、もう。で、みんなで面白いおっちゃんだなっつって、まあ、盛り上がってたんですよ。そんな変なおちょくる感じじゃなくて、ギマさんも話好きで、こうコミュニケーション取って。そしたら、ギマサブローっていう名前をこう言ったんですよ。俺の名前ギマサブローって言って、って仲良くなったから。そしたら、コメント欄が、逃げて逃げてとか、やばいやばい、ワド逃げろってなったんですよ。で、俺はアイコンタクトでリスナーさんに、詳しく詳しくみたいな感じで、状況わかんないって言ったら、ギマサブローさんって9年前に、包丁で人を脅して3000円強盗したっていう前科があって、やばいよこの人だよ絶対って、もう那覇市とか全部出てて、っていうちょっとした神会がわざを逃げろっていう、うん、9年前だったらいたけどねねえ、面白かったよね、ギマさんね、石油王ね、あれ笑うよね。なんか最近見ないんですけど、うん、ポンポンおじさんっていう、ほう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 、なんかバイクになんかいろんなものをなんか積んで、はいはい、なんかあのガードレールの、ガードレールっていうか、あのトンネルの下とかにいるんですよ。有名なおじさんなんだ、ポンポンおじさん。知ってると思います、みんな。みんな知ってる、沖縄の人、ポンポンおじさん。ガードレールに、なんかバイクにいっぱいいろんなものくっつけてる有名なおじさん。それ会いに行かないとダメでしょ、ポンポンおじさんは。それが最近見ないんですよね。なくなっちゃったのかな。で、なんか、噂では、本当は社長で、本当は財産家で、なんかでっかい家があるんだけど、はいはいはい、なんかそういう、なんかこの、交通事故に遭った子供、なんかあの、奴隷を、ね、収めるためになんかお祈りしてるみたいな。はで、ポン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 ってなんか。はで、私が来た時はいたんですよ。はいはいはい。だけど最近見ないから、うん、なんかみんなで探すこと。ちょっとこの間、ポンポンおじさんどこ行ったみたいな。あ、どこ行ったの。でもその地元の有名人とかなんかほっこりするよね。成田にもいた、新宿にもいるし、あ、それこそ浅井さんなんか有名だもんな。地元見えないんですけど、うん、ライカムって、ここライカムって交差点なんですよ。ライカム、うん、はい、こっち今大きいイオンモールができちゃって、へえ、で今まで映画とか那覇まで行かないと見れなかったんですけど、うん、ここデートスポットみたいな、遊んだり買い物したりみたいな、ね、中国人がたくさんいます。中国人、中国人、韓国人、すごいです。あ、そのおはようおじさんっていうらしい。おはようおじさん、うん、なんか呼び方が多分いろいろあるんだろうね。あ、そうなんだ。新都心にいるって。あ、今今、あ、うん、拠点を変えたんですね。
ありがとう、キングハノハノさん。いろんな名前がつくんだ、やっぱり。私が聞いたのはポンポンおじさんで、いたいたいたみたいな。おー、なんか、うん、トンネルの下に。拠点が変わったの、住みかって。アイコがリスワンを取って後輩のコラボで先輩面で地獄エース。あ、一番きついやつだな。一番きついやつだ。また嫌われるって言う。もうヘイトを集める天才だからな、アイコ。すげえな、もうフォローしきれねえから俺諦めたもん。でもなんかアイコさ、うん、なんか200人ぐらい集めてなかったです。いや、もうもっともっと、もう500人とか1000人とかリスナー集めるけど、ほぼ9割アンチっていう、99% アンチっていう。でも目見えないですよね。全く心が折れない。無銭飲食でとかって。そう、明るくなってきた空。あー、うん、明けてきた。沖縄って気づきました？ん？見分け遅いんですよ。そう、遅い。うん、うん、多分5時ぐらいだったら、うん、新宿はもう明るいと思う。もっと明るい。確かにその日が完全に昇るのが5時50分だかなんだかって、すげえ遅い。今からこのじっくり沖縄市の中心に。お、了解です。夜明けの小雑。でも沖縄住みやすそうだな、なんか。でも俺の親戚の家ってどんな感じなんだろう。超ど田舎だったんだよな。そうなんですか。なんかもうサトウキビ畑の中にあるような家だったんだけど、あ、田舎の方だったのかな。じゃあなんか思ってたより全然都会っすもん。僕のその中学の頃来たイメージと全然違う。じゃあなんか畑の、畑、畑っぽいところ、サトウキビ畑がバーってあって。北尾市とかはないんですかね。じゃないか。ちょっと北部か南部に行ったら、あ、リオさんフォローありがとう。2年ぐらい前まで、うん、女の子が店の前に立ってて、うん、観光客とか男の人が女を買うっていう場所があるんですよ。やば。でも、うん、今は誰も、うん、お店も閉鎖されちゃったし、まあそれアウトですよね。そう、摘発されちゃったんですけど。まあそれはそうですよね。その爪痕を見ますか。だって誰もいないでしょ。誰もいないけど、ここでそれが行われてた、行われてたんだよ、2年ぐらい前。痕跡あるの？その中で。あります、あります。あ、じゃあちょっと見たいかも。はい。自分が初めて一人で行ったんですけど、うん、車で、うん、どんなとこかなと思って、うん、したら、いっぱい前に女の人が立ってて、で多分、うん、なんかほんと掘ったて小屋みたいな。ほうほう。で、スラム見てたな。そう、あ、でも本当にすっごい狭くて、うん、道が。それなんていう地名なの？ここ、ね、有名なそこは何でしたっけ？吉原。松原。吉原。松？なんかね、松なんとかとか。吉原はだってあれでしょ？東京の。え、こっちでも吉原っていうの？なんか那覇だったら辻とか、うん、なんか沖縄だったら新町って。でしたっけ。なんかね、松なんとかっていうずっと言ってた。松なんとか行こうって。松、松木だっけ。ああ、ま、松、松、松江、松江、松原、松原、なんか忘れちゃったけど。ああ、飲み屋街でさ、野原。ああ、それは飲み屋街なんだ。松なんのって忘れてしまった。でもなんかノスタルジックになってきた、だんだん風景が。ここは、ここ中心。ここは、あ、ここじゃない。沖縄市。沖縄市です。あ、でもかっこいい。沖縄市ちょっといい。東京じゃない。音楽の街っていうのを掲げてて、ミュージックタウンっていう、うん、なんていうんですか、
本当だ、そういうネオンがいっぱいある。はい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 、いいな、ここかっこいい、街並みが。こっち裏、裏とか通ったら結構モスバーが結構多いんだな、進出がすごい。一応ここが、ミュージックタウンって言って、音市場。音市場？なんか録音とかもできるみたいな。え、何それ、ミュージックタウンって。あとここで結構なんか、レコーディングとかしてる。レコーディングもだし、なんかラジオも。あやってたり、あとライブ、マイクもしたりします。有価団の人とか。有価団？有価団って、わかりません？わかんない。まあ、結構なんか、ヘビー、ま、ロック、うん、ロックをなんか、推奨してるみたいですけど。でも、なんか、廃れちゃいました、うん。そこがゲート通りって言って、うん、そこのゲート通りでまっすぐ行くと、あの軍の入り口があるんですけど、土日になるとアメリカ人とかがいっぱい出てきて、そのクラブとかあるみたいな。はいはいはい。コザはエイサーの街。はいはい。コザっていうのはどこ？コザっていうのはもともと沖縄市がコザ市だったらしいです。なるほど、なるほど。じゃあ昔の人とか地元の人はコザっていうんだ、はい、沖縄市のこと。はいはい。エイサーはいいよね、かっこいい、はい、太鼓もかっこいいし。メインボールって言ったらこの辺なんですけど、何も、もうここ、うん、ここ猫か、猫ほんと飛び出てくんな。今から女を買った跡地。エッチな名残のある街を見に行きましょう、皆さん。私なんかすごい、ちょっと見学に行ったわって言ったら、バカじゃないって言われて。あ、女なのに、なんで行ったのって。そうそうそう。男が遊び行くところだよって。でもなんかそういうとこって、ないじゃないですか、うん、なんか、うん。だから大阪でいうなんだっけ、なんだっけ、飛び出しんちだっけ、女の子がこうお店の前に座ってるとかね、いろんなところあるからね。今でもおばさんが立ってるとかって、いう噂を聞くんですけど、この辺とかもなんか、これ商店街、ここはパークアベニューって言って、うん、この昔このベトナム戦争なんて、今はあんまり廃れちゃったんですけど、うん、ベトナム戦争の時に、ほら米兵とかは沖縄を拠点にベトナムに旅立っていくんですよ、うん、だから死ぬかもしれないから、うん、沖縄にお金を飲んだり食ったりして、もう、ああ落としていくんだ。そうそう、最後のね、最後も楽しんでからっていう感じですごかったみたいです。でパークアベニューでに歩いててナンパされなかったら相当ブスだとかっていうなんか おばさんだっていう。なるほど、自分の女の魅力を確かめる街でもあるんだ。そうそうそう、なんか先輩が言ってます。なるほどなるほど、それ面白いね、うん、私はまだナンパされるかっていう。そうそうそう。いや、沖縄ってナンパ文化どうなんだろう。今ね、明け方だよ、ちょうど綺麗に太陽が、あ、こうね、雲がかっこいい。そこ行って、おはよう、行こう。何でしたっけ、うん、何でしたっけ、海中道路に行ったらいい感じなんだ。いい感じだね、ちょうどいい、ありがとう。こんなに観光までしてくれて嬉しいよ。しかも夜のドライブデート。おハゲたね、丸眼鏡のおっさんとデートして何が楽しいんだって。おばさんだ。
おいお疲れーカムイ、あやこちゃんいいでしょ沖縄。沖縄でも片道安かったよ、1万1000円だよ。あ、そうなんですね。びっくりした。昔のイメージだと、何に乗ってきたんですか。だからその格安航空ってあるじゃないですか。ジェットスターとか。ジェットスターじゃなくてね、スカイマークってやつなんだ。羽田から那覇まで1万1000円の片道。そうなんだ。いやーもうすごい近いなと思って、で2時間半ぐらい着いちゃったよ。私1年に1回帰るんですけど、石川県。片道2万5000円、3万円ぐらいしますよ。ちょっとあれかもね、東京だから安、安いんだろうね。出てるし、だからもうなんか時期を間違えると往復6万とかかかって、給料安いのに。あ、12月沖縄行くんだ。そうそう、青山も今日から沖縄よ。でも冬はね、当たり外れがあるんですよ、沖縄。寒すぎるってこと？いやいや、暑く？当たり外れ。寒い。12月はまだそんな寒くないんですけど、天気が。天気？あ、スコールみたいな。うん、どういうこと？天気が悪くて、悪くなったりして。で、多分安いんですよね、1月、2月とかで。だけど、台風来たりとか。はい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 。今から夏に向かって台風来るから。俺台風好きなんだよな。血が騒ぐんですよね、風は。でも、そんな大きな台風、私が来てからはないです。1回ぐらいですかね。すごい木が泣いてあざった。昔はひどかったのなんですけど。じゃあ、この辺り間違えてみて。え？どうした？あ、いや、当たってます。当たってる。当たってる。この辺だ、俺も思った。ちょっとカメラ外に向けるね。じゃあ、ちょっと待って。名残です。多分この辺そうだ。うわぁ、すげえすげえ。やばくないですか。やばい、なんかディープスポット感が、ああ、はい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 、ここで立ってて、で、その民家みたいなところに入ってみたいな。住宅街っぽいね。こういう、あ、でもこんなところです。へえ。前はこの車とか止まってなかったんですよ。こんなとことか。え、もう何人ぐらい立ってたのこの通りに。昔はいっぱい、だから店入り口の前になんか、猫すげえな。胸元の空いたエッチなお姉さんたちが、10人20人立ってるの。なんかこの店に一人、はいはいはい。あ、それ摘発されるかな。沖縄心霊スポットやばいって言うよね。心霊スポットに、え、案内してよ、している。心霊スポットも青山と行こうよ。なんか懐中電灯とか持ってこなかったな。まだあるんですけども、行っちゃっていいですか。あ、もう全然全然行っちゃいましょう。こんなようなところです。なるほどなるほど。いや、ディープディープ。3時ぐらいまで、あ、今でもあるんだってよ。あ、そうなの。だって3時ぐらいまでしか空いてないですよって言ってるから、今でもあるんじゃない。もしかしたら閉店してたんですかね。ねえ、とかこっち側もそうみたいですね。あれ、なんか私もっとなんかぐる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 した気がしたんだけどね。まあいいや、私は仕事休めなくて。あ、案内してって違うよ、場所教えてよ。 DM とかでここやばいよみたいな。沖縄の心霊はやばいって本当に聞く。シャレになったぐらい。あ、その日本兵の霊が出るとか、聞いたことある。もう本当にやばいって。あの、おばあさんが、
の施設に入ってるおばあさんが、あそこに兵隊が立っているとか言います。怖いよね。隠れながら営業してんだって今、敵発厳しいから。やってるのはやってるんだって。ありがとう、りなちゃん、情報。あれなんだ、なんか電話とかしてみたいな。多分デリヘルみたいな感じになってんのかね。私が男なら一回行ってみたかった結構あれだね、あのチャレンジャーキスなんだね。いろんなものを知りたいって。あー、なんかもう、そうですね、なかなか行動には伴わないですけどググったらたくさんある。 3S は有名、戦地だった、どこも怖い。あー、 3S ってなんだろう。なんだろう、 3S 戦地だったところがやっぱやばいんだ。あー、戦地だったら南の方ですかね、かな。あの、なんか、だいたい95ぐらいのおじいちゃんとかおばあちゃんとかが戦争をガチで体験するんですよ。あ、だって俺のばあちゃんも戦争してた、あの、ガチ体験してるから。間違えた。だから、そう、機銃で撃たれた後とか超リアル。未だに傷がある、ばあちゃん。東京も明るいんだ。庭だ。遊ぶとこはないんですけど。100均とかあって。姫百合の塔も出る。姫百合の塔はだってもうオーラがすごいって言うじゃん。姫百合はもう行った瞬間に、あ、ここがっていうのが伝わるって。俺靖国神社もそうだと思う。靖国神社行くとやっぱりもうすごいの、オーラっていうか面っていうか。あ、そういうの分かるんですよ。分かりますね、肌で。見えたりは子供の頃はしてたんですよ。 あと霊感強い人といるとバッチリ見えちゃったりするけど、俺は肌では分かりますね。ああもうなんかここなんかあるっていう。私全く持ってないんですよね。ああ、弟がよくなんか、何かに取り憑かれてます弟なんか顔が真っ青になるんですよ、いきなり、で、なんか右肩だったか左肩が重たいって言って、で、なんかこの職場に行ったら、見える人がいるじゃないですか、ついてるって言われる。で、なんか友達になんかこう払ってくれる人がいるらしく、はいはい、なんか払ってもらうみたいな。なんか僕はつきやすいみたいですね。あの、そういう人に見てもらうとすごい呼び込みやすい。だからこの前もあの関慎吾さんとコラボしたんですよ。はい、そしたらこう見てます、ここに女の人の顔が、ツイッターに写真アップしたんですけど、放送中。やだ、俺の放送よくあるよね。だからこうやって普通の放送なのに、心霊放送じゃないのにコメント欄がいきなりギャーとかよくあるんですよ。すごいな、見てみたい。本人は気づかないんですよ。あ、そうなんですか。でもコメント欄で霊感ある人とかギャーギャー騒いで、マジマジ。 Twitter 見てもらう、あと俺の YouTube 見てもらう。チャンネル登録っていうのあるでしょ、下に。あの YouTube のチャンネル見てみるとトップページに載ってるよ。ファンタさん一発目の動画に載ってるから、チャンネル登録お願いします。快活クラブ沖縄にも進出してんの、すげえな。寒くないですか？あ、全然快適です。サーターアンダギーはね、違うんだよね。うちのね、ばあちゃんのね、サーターアンダギー、ちょっと違うんだよ。あの、作り方と、
あの、ソーキそばも。で、ばあちゃんの味に慣れちゃってるから、こっちのサーターアンダーギーってさ、あれなんだっけ、油、ラードで揚げるんだっけな。で、蒸すんだよ。だからちょっとね、ギトギトしてるんだよね、油っぽいって。ばあちゃんのサクサクのクッキーみたいなやつだったからね。食べてみるわ、こっちのサーターアンダーギー。ばあちゃんがアレンジを効かしすぎてね、沖縄料理じゃなくなってるんだよね。そう。でも、あれ、サクサクのもありますよ。あります？うん。なんかクッキーみたいな、サクサクっていう、それに慣れちゃってる。硬いみたいな。あ、そうそうっす。硬い。パリパリ。うん。こっちのって、ギトって感じですもんね。油がこう、ベチャっていうか。もあるし、サクッとしたのもある。あ、あるんだ。はい。俺もチンスコー大好きだからもう多分ずっとチンスコー食ってると思うよ。そうなんですか。こっちの人食べないですか、あんまりチンスコー。あの、もらったら食べるかな。普段から買うって感じじゃない。はい。おー、もったい。俺チンスコーと八つ橋と、あとなんだろう、チンスコーと八つ橋はもう家の中にずっと置いておきたいもん。だからばあちゃんが親戚からやっぱ送ってくるんですよ、うん、でこっちの送り返してみたいな。だから家にチンスコーが来るってテンション上がるんですよ。でまたお前全部食ったんかとか怒られてたよ。フラーガーってフラーガーって言うんですよ、うん、ばあちゃんによくフラーフラーって言われてずっとフラーって呼ばれてチンチン好き。ロハコさん下ネタやめてください、うん、チンスコーの話です。ゴーヤはね、やっぱばあちゃんが言うのは、東京のスーパーで売ってるゴーヤはダメだって言った。もう苦くないんだって。でこっちで食うの苦いじゃん。あれがうまいって言うよね。苦くないですよ。苦いんですよ。もうだから。あ、そうなんです。もう味覚が違うんですよ。へー。こっちの東京とかで売ってるゴーヤってちょっと薄味なんですよ。はい。あ、そうなんですか。 こっちは苦いっす、僕らからすると。そうなんですか、うん、私、食べ慣れてしまった。多分食べ慣れてるんだと思う。だから、その本土のゴーヤが食べたいってばあちゃんは常に言ってて。そうなんだ。おばあちゃんはご健在です。ばあちゃん、縁切れちゃったから生きてるかどうかわかんないですけど。そうなんですか。そうでもね、ばあちゃんは多分俺の母ちゃんより長生きするって言われてる。もうすごい、やっぱりバイタリティーというか。です。ありがとうございます。うるま市到着ですね。でもこの辺は、うん、串川市っていうとこだったんですよ、うんうんうん、伊波っていうところは多分、うん、石川っていう町ですかね。チンスコーって商品名も、チンコスコっていう商品名もあんだ。アダルトジョークグッズ。なんか今ほら、チョコレートでコーティングされたチンスコとか。いや俺はプレーンのもう邪道なのはなんか嫌なんですよ。あ、そうなんですか。なんかいろんなのが出てくるじゃないですか、ご当地って。チョコレート味とかじゃなくて、クラシックのプレーンのやつが一番好きなの。大好きなんだよ、チンスコ。読谷ってところに、はい、作ってるの見せてくれる工場があって。チンスコの、はい、行きたい。で、安いんですよ、でいろんな種類があって、うん、で、なんか肩に入れる人とかなんか焼く人とか。それ取材したいな。はい。さすがにカメラどうかね。大丈夫なんじゃないですか。今日許可取れたら行きたいですね。YouTube 登録ありがとう。ありがとう。やばかったでしょ、動画。ああいうのがいっぱいあるの。俺の Twitter もフォローしたら、あの3日前ぐらい、3日4日前にあるよ。関慎吾さんとコラボ心霊写真が。俺の放送やったら多いから、心霊。どこどうしたんだ。下に落っこってた。俺の巣、強いけど、これだけど。ん、何ですか。アメリカンスピリットって。吸ってみる。メンソールで。うん。吸って吸って。ライターある？あります。なんでライターは持ってないの？それ、添加剤っていうの入ってないから、
相当息強く吸い込まないと火つかない。あのちゃんとしっかりつけないと。増粘剤とか添加剤が入ってない。バカありがとうパンタさん、重いしもコンビニに沖縄限定のお菓子とかあるんですか。いや、どうなんだろう。俺はだからバイアリースに感動したけどね。バイアリースかって。あー、あれは？あれは？酸っぱいマンとか。酸っぱいマンは最近東京でも置いちゃって売れてますよ。あ、そうなんですか、うん、酸っぱいマンはもう人気出ちゃってる。出ちゃってる。酸っぱいマンもなんかあの工場見学できますよ。酸っぱいマン美味しいよね。大好き。もうちょっと口が荒れるぐらい食べちゃいます。バイアリシークワーサーあんだ。さっきサンピンちゃんもらって飲んだ。美味しいですね。これ美味しい。美味しいですね。あの無農薬のタバコで、でタバコのその本来のタバコを追求してるから、うん、タバコ好きはすごい美味しい。タバコ屋にしか売ってないですよね。うん。あ、コンビニ売ってるよ。サメスピ。うん。吉野家にさ、メニューにタコライスあるって本当っすか？え、知らない、うん、さっきなんかコメントにあるとこもある。沖縄はタコライスが吉野家にあるよって言われて。吉野家には行かない。女の人ってね、一人で行くわけに行かないもんね、吉野家。いや、行きますけど。行くんかい。京香さん見ちゃった、俺の YouTube。 怖かったでしょ、お帰り。怖かったでしょ。だいぶ明るくなってきました。間に合うでしょうか。ねえ、明け、ちょうどいい感じじゃない。でも、あと20分、あと20分、30分ぐらいで明ける、うん、ちょうど着くかな。タコライス有名よ、沖縄。っていうか、タコライスは沖縄で生まれたやつでしょ、多分。はい、近で。ですよね。さやちゃん、おはよう。最近、可愛い女の子いっぱい増えて困っちゃってんだよ、俺。なんか誤解されてるよ、捨て頃からね。可愛い女の子がね、いっぱいフォローしてくれて。いいじゃないですか。俺、おっさんとおばさんをずっと温めてきた配信者なんで。メンヘラババアキラーって呼ばれてたからね。あと、おっさんホイホイとかね。最近メンヘラババアの人いっぱいいる。いっぱい、もうメンヘラババアが集まる放送だったのに、最近若い子のキャピキャピした子たちが集まってきて。金竹町、金部町のタコライスか。あ、さっきもコメントであったな。金竹たくさんある。うん。金竹って呼ぶんですか。金。うん。さゆちゃんは若いでしょ、多分20代でしょ。どっからどう見ても。俺はマダムキラーだ。年上大好きだ。若い子、39なの？ババアだな。見えねえ。あ、ナイス。さすがワードリスナー。いいよ。あれなんかすげえ雲。なんだ、積乱雲？なんだこれ。なんか雲のスケールがでかい。なんか、東京とは違うなんか、神々しさがあるよね。ドーンと。いや、俺はババア愛してるから大丈夫だよ。さゆちゃん、よろしくね。39はいいじゃないか。綺麗な39だね。俺は40代でもね、年上の女性を追いかけていきたいから。そうなんですか。いくつになってもやっぱ年上が好きですね。若いのがいい。若いのがいい。ないですね。とかいい。年下付き合ったこと1回しかない。私いくつと思いますか。いくつなんだろう。いくつ。45。あー、ババアだね。ナイスババアだよ。また50ぐらいかな。50には見えないですよね。見えない見えない。もちろん。はい、人参シェルトリーいらっしゃい、うん、マリアちゃんね、いらっしゃい。お久しぶり。楽しんでね。今沖縄だよ。俺がもともと老け顔だからね。いや、ナイスパパ。40代。32でしたっけ。俺32。もっと若
いと思ってました。嘘だ、はい、いやだ35とか言われる。そうなんですか。うん、なんか本当に変わってしまった。音割れする？どう、みんな音割れ、音割れするか音割れしないか書いてください。え、和道さんの親に嘘でしょ。スティール全然そんな風に見えなかったよ。俺の母親が俺の二十歳の時に俺を産んでるから52かな、母ちゃんが、母ちゃん52、二十歳の時に俺が、32だと、52だよ。今大丈夫？うん。いや、もう俺のおっぱいなんか、すごいよ。もうババアしかいないから。ババア、ババ、井戸端会議みたいになったら。俺のオフ会の特徴もまた面白いんだけど、飲みが始まるとね、大体不幸話が始まるんだよ。いかに私がその元旦那に虐待をされてきたかとか。そういうね、なんかすげえオフ会なの。苦労話が始まるから面白い。今ね、なんだろう、ここは。スキヤの前だね。うるま市。うるま市だね。うん、あ、俺の母ちゃん、ロハコさんと同い年か。そう考えるとなんか、感慨深いものがあるな。ロハコさん、見たことあります？うん、今ロハコさんコメント言ってる。ジャンキーに、ウルジャンキーに突出した人、うん、でしょ。スティール、そんな、なんか年、母ちゃんってことじゃなかったよね。そうでしたよね。ねえ、若かったよね、見た目。綺麗な。細かったっす。うん。ヤンバルって、ヤンバルってなんだっけ？石川ヤンバル行くの？割れてる音？ヤンバルって。音割れ？なんだろう？ちょっと待って、また怪奇現象起きてるかも。ごめんね。俺のパソコンのメーターでは音割れはないのよ。心霊現象でよくあるのが音割れと映像が何か映るっていう。多分ね、なんか、俺のパソコンのメーターとかを見ても、何の不具合もない。音割れとかも。割れてる？今。なんだろう。ないっすよね。音割れてないっすもん。はい。うん。よくあることなんで、待っててください。なんだろう。普通に聞こえる人と音割れてる人がいる。今大丈夫？マイクこれなのかな？おー、ともちゃん、おはよう。ワドツー、沖縄着いたよ。電波は大丈夫。なんだろう。バグかも。車が動いてるって揺れて響く。なんかね、車の中だとすごいあるんだよね。なんでか。てかさ、俺気になってたんだけど、カムイって男なの？女なの？真鍋カムイさん。もうね、リスナーさんのね、コテカンで、男性なのか女性なのか、全くわかんない。ステイルもさっき男だと思ってたら、女の人だったし。割れてる？なんだろう、ちょっと待って。あ、ごめんなさい。ん？何？あ、全然。割れてる？あ、です。なんだろう、確かにおかしいな。なんかちょっと変。なんかありますか？電波悪い。テイスワンツー、テイス音どうですか皆さん。ちょうどよかったらちょうどいいって書いてください。ワンツー、はは、
音どうですか？音量だいぶ下げたんだけど、みんな音どう？割れてる？なんだろうな、ちょっと変だな。今大丈夫？ちょうどいい？もうちょい上げた方がいいとか下げた方がいいとか言ってくれれば。大丈夫？ちょうどいい？ありがとう。ありがとう、教えてくれて。ありがとう。で、沖縄ね、電波悪いって言われてたけど、うわぁ、最高最高最高。うわぁ、これどっか泊まれる場所ある？え、ある。え、それ、通る感じなんだっけ、どっか。うわ、最高、沖縄来たよ。あ、見よう見よう。やば。いい場所があったら言ってください。ねえ。やば。いや、今沖縄来たって感じ。やばいやばい。太陽。やば。カメラ、ここ。沖縄だな。いいね。はい。俺がその中学来た時こんな感じだった。 あのうん、この辺の民家みたいなところに親戚住んでた。ほじり大橋、ほうじ、ほ、氷大橋、氷大橋はもっと北の。あ、じゃあ多分ジャンピンと行くわ。性別態度を急変する配信者がいるから中継。あ、そういうことだったんだね。オッケーオッケー。うん、いや、俺は別に態度変えないんだけど、なんかやっぱり男性か女性かでさ、トークの内容結構変わるんだよ。やばー、なにこれ。やべーよ、みんな。やばいよ。沖縄だよ。やばくない、みんな。現座島、宮城島。うんうんうん、池島か、なんかな。え、あれが橋で通れるようになったの？やば。え、昔はだからフェリーとか船とかでしか移動できなかったの？そうだと思います。おお。なんか、潮が引いたら歩けたっていう話も聞きますけど。へえ。なんか、偏差島に大きな橋がかかったのが、うん、一番大きいんじゃないかな。うん、そうそう、海中道路。そう、海中道路を今案内してもらってるの。海中道路、え、橋ではないの？橋なのになんで海中道路っていうの？行ってみるとわかる。るとわかります。おー、海中道路で橋、なんか不思議だな。これはさ、あの外見えるように窓開けちゃってもいいですか？あ、大丈夫です。ここにセッティングしよう。どう、みんなどう、こんな感じ、 こんな感じどうかな。 OK、 みんないい感じ。みんな沖縄のドライブを楽しんでください。行くぜみんな。
みんな音ってこっちで拾ってる？大丈夫でしょう。どうみんな。これで治ったはずなんだけど。どうかな音。こっちを。OK でしょう。OK？ 大丈夫。普通に聞こえる？大丈夫に治った？よかったよかった。ありがとう。俺がね、多分ミスってたんだわ。普通に聞こえる？オッケー、楽しんでってみんな。やーべえな、この景色。普通ね、オッケー。やばくない？なんか、超いいでしょ。こっから？こっからその、橋？海中道路。じゃあみんな海中道路楽しんでこう。 Here we go。 海中道路入るよ。あっちなんですかね。あっち、うん、どこから上がるんだろう。あ、こっちで、こっちでいいと思います。こっちで合ってる、はい、うん、橋なんだ。うわー、超いい、超いい感じ。やばいね。変な雲。え、ねえ、何あれ、な変な雲。ねえ、綺麗だね。何不思議な雲。いやー、いいね、いいね、いいね。やばいね。超癒されるよ。いや、もう生で見るのもっといいよ。やば、これ。やばいよ、左右両方海よ。これはやばい。浜比嘉もいい？いやー、最高、沖縄。いいねー。こっから。こっから。行くよ、みんな、橋。大阪じゃ見られないよね。沖縄って感じだよね。来るよ、来るよ、みんな。ふぅー。あー、超いいわ。最高。いやー。こけしみたいな雲あったね。最高だわ。画質どう？みんな伝わってる？綺麗さ。ロマンティックだね。すごい。島をこうやって行けるっていいね。あ、思い出した。ここ道路工事中でずっと作られてなかった道路じゃないですか、もしかして。ここそうでしょ。で、チキンレースやってたところでしょ、多分。あの、俺が中学の時来た時、全然建設が進まない橋があって、そこがチキンレースで、ヤンキーの溜まり場になってるって10年、20年前。合ってない？それ。違うかな？多分ね、ここの道路のことなんだよ。島と島が行き来できるって。違うかな？ワド旅いいでしょ？旅気分味わってみんな。最高だよ、これ。最高。うん。いいね。朝からこの風景はやばいよね。あはん。画面越しでもいいっすね。あれ？これ？これ登れそうだね。だけど、ちょっと待って。道間違えますか？あ、いいよ、いいよ、全然。最高。渡りきらないと戻れない、うん、ほら、キングハナハナさん、そうだよね。昔、その、途中まで作ってたんだけど、そのヤンキーのたまり場のチキンレースする場所だったんだよね、20年ぐらい前まで。それがここなんだ、完成したんだ。合ってるよね。シェイリチ？ん？シェイリチ？
ーが有名。いやーこれはすごいわ。これはすごい。うわーすごい、何あれ。岩もある。すごいすごい。しかも奇跡的に電波があるのが嬉しいな。みんなに伝わったのがいいね、これね。はいはい、ほんとだ。ほんとだ、ほんとだ。潮干狩りとかもできるんですか、この辺は。アサリとか。そういうのない。あ、ほんとだ、ほんとだ。潮が引いてて、道路になってる。歩いて行けたんですね。それ本当だったんだ。はあ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 。海で泳ぐよ、当たり前じゃん。そうだよね、04するところだよね、合ってるよね。そう、そこ出歩くなって言われたから。じゃあさっきの田舎の方、あの親戚のおばちゃんが住んでたところなんだ、多分。歩いて行けるところだったから、あの辺だ。あー見たいです。え、これ高速じゃなくて無料の普通の一般道なんですか。やば、寝るの忘れちゃう。スタッツスティール地元でしょ。スティール地元じゃないの。でも地元の人でも海がね、風景がすごいって思えるぐらいすごい場所なんだね。え、塩の工場なの、あれ。なんかこの塩の工場があるんですよ。へ、うん、これは違うから、タンクかな。ほう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 。この辺にあるんだ、塩工場。塩工場があるんです。へえ。夕方から泳いで、あーやっぱりそうなんだ。オッケー。うん。ぬち回すって何。ぬち回すってあの塩です。塩、へえ。いや、方言がわかんないな。マースが塩です。うん。なんか沖縄の方言の名前って、はい、なんかチャンプルーってあれ炒め物って意味じゃないですか、混ぜるとか、はいはい、なんかビジチーとか、そう、砂糖天ぷらサーターアンダーギーじゃないですか、うんうん、名前の付け方、ネーミングセンス雑ですよ。ねえ、なんとも言えないけど、あ、でもなんかいい感じじゃないですか、こっちは。超いい感じ、うん、いい感じ、いい感じ。うわわわ、いいな、最高。お、止まっちゃいます。止まっちゃいましょうか。止まっちゃいましょうか。こっちがいいですね。あっちが、あ、でもあっちって、あっちもいいしね、見えない。うん、あ、でも、うん、ないの。え、ていうかすごい涼しい。うん、命の塩か。ぬち回す。ぬちが塩。あ、え、なに？マリアさんは沖縄の人なの？海は海蛇いんのかな？わかんない。やべ、超絶景なんだけど。どうしたんだろう。うん。一般道ですからね。うわぁ、超綺麗だよ、みんな。いい感じですね。沖縄だよ、沖縄。あ、取れてますね。取れてる。これさっきの変な雲じゃん？さっき映った。多分。そうですね。あの、遠くから見た時の、こけしみたいな雲。ねえ、これだよね、多分。この変な雲。っていうか、雲だけですげえ感動する。何この風景。雲とか空とか海だけですげえ感動する。雲なかったらもっとあれじゃない。あ、あそこが、うん、あ、岩もある。あの岩登りて。風船100個ありがとう。ありがとうございます。やば、日中もっと綺麗なんだ。なんかこのオレンジ色やば。夕方とかもやばいんだろ、このさ、オレンジ色と青と白と。こっち側？顔映っちゃうかもしんない。危ない、いいから。
伝わらないんだよな、ちょっと高低差的に。うん、こっち側の方がいいかもしれない。帰りに映るでしょ、多分。うん。いやー、最高だな、沖縄。沖縄最高。沖縄やばいよ、こういう味。こういう味、沖縄やばいよ。見て、この風景。やばくない？綺麗な空、リコピンいらっしゃい、ハートありがとう、おはよう、ひまわりさん。やばい、やばい、これはやばい。これはやばい。どっち側に行きたいかな？あ、もう、お任せで。もう完全お任せで。やっぱ現地の人に任せるのが一番なんで。でもほら、うん、あそこが多分太陽なんだ、ね、あーでもね、高低差的にちょっと、あ、うん、ちょっと映らないかな。あれですかね、立ち止まった方がいいっすか、ね、うん、いい、大丈夫大丈夫。そこから通る、うん、止まっちゃいますか、じゃあ広いところに、うん、綺麗だね。もう髪乱れてるけどごめんね、寝起きで来てるから、もうなんか。あ、ほら、上がってきました、ね。あ、来た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 。ちょっと撮ってきますね。行こう。私も行ってもいい。行こう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 。やばいよ。オーシャンビューだよ。ちょっと怒られるか。うん。大丈夫大丈夫。あ、海の匂い。やば。来た。来たこれ。だこれ、みんなが求めてたのこれじゃないの？やば、これでしょ？高画質配信、和道の放送でこれでしょ？みんな、いや、これは癒されるわ、これは癒される。ハブいるの？この辺ハブに気をつけて。やば。やば、超いい。やっぱ海綺麗だな。これが上に来たら真っ青になるんですけど、でも海の色変わってきました。フォローありがとね。いや、これはナイス風景でしょ。みんなでちょっと太陽昇るの見ようよ。ツイッターに写真負けようか。今撮ったよ。セミが鳴いてんの？おはよう、めちゃめちゃ綺麗でしょ。お、上がってきた上がってきた、太陽上がってきたよ。バッテリーが少なくなってる。
ちろんもちろん。癒されるわ、すげえぞ。すげえ神がかってるよ。あざっす。これはいい放送だ。上がってきましたね、はい、やっぱやっぱアングル最高でしょ。みんな楽しんでって。今写真ツイッターにアップするからね。いや、ラッセンの絵みたいだもん。おはよう。パワースポットだよ、みんな。みんな癒されてって。みんな癒されてって、おはよう。これは、何の海って言えばいいですか。ここは、うん、浜比嘉島からの海ですね。いや、生で見るともっと綺麗だよ。もっと綺麗。今ツイッターに写真あげるからみんなリツイートしてね。今ツイッターに写真あげるから。ツイッターにあげるよ。はい、ツイッターあげました。皆さんリツイートお願いします。ツイッターあげたよ。ツイッターでもっと綺麗な画像見れるから見てみて。ツイッターにあげたから。太陽昇りきったね。うん。のぶきよ、のぶきよ。のぶきよさんが連れてきてくれたの。のぶきよさん。やばいね、これは。ツイッターに、写真あげたんで、写真の方が高画質だから見てみて。リツイートしちゃって。これはやばい。
ばい。ツイッターの画像やばいでしょ。俺が肉眼で見てるのに、ちょっと手加えた感じ。俺がコントラストとか上げたりとか。ただ肉眼に近いのはこっち。で、パノラマで撮った方が近いかもしんない。で、ちょっと、螺旋っぽく加工したのが、普通の写真で、パノラマで撮った方は肉眼で見てる方に近い。やばいでしょ、みんなリツイートして。これはまずいよ。うん。これはやばい。ツイッター写真見ると、やばさ伝わるから。癒され、初見さん楽しんでって癒されてって、海なうです。海なう。いや、沖縄やべえ。フォローありがとうね。フォローありがとう。楽しんでって。iPhone 撮ったよ。俺は写真はね、結構趣味で、結構構図とかね、こだわって撮る。ちょっと角度変えようか。こっち側こんな感じで。お祈りしたくなるよね。海も超透明度高いから、透明よ、海。やばいよね、これは。これはもう、すごいよ。フォロー外れてしまってた。あ、オッケーオッケー、フォロー、再フォローありがとう。やばいね。写真いいでしょ？いや、いいわ。ツイッターに写真あげたから、もしよかったら見てみて。これは太陽のちょうど昇るいいところの写真撮れたね。うん、いやー、すごいわ、これは。これはすごい。フォローありがとう。初見さんフォローありがとう。これからもよろしくね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。